はい始まりましたかね来たかな来たかなはい猫舌たショールーム5の部屋本日のゲストはどなたですかはい、はいえー、アップアップガールズ過去仮の赤担当になりました関根あずさですよろしくお願いしますはいどうもですはいどうもですし久しぶりのズームなんですけどね関根さん前もズームで出てますよね <laughs>、はい、そうですね確か一回ヤムエンターテインメントが一度集まったときに あの山田さんがむ無茶なことしたっていうか、とにかく何人集められるかのチャレンジみたいな。<laughs> <laughs> そ,うそうです、そうです、自分たちもなんか思ったより、うんあのー、人が集まってて、びっくりしました、うんうんあの。発言の機会もほぼないっていう地獄のような状態になった時 <laughs> <laughs> ほとんどのメンバーが下でただただ話を眺めているっていうそ,うそうです、そうです。ありましたね、今日はねかすからね。はい はい、はいいおお願願しししまますすよろくと言ってもあれですよねす関根さんも付き合いは長いですけどそんなにちゃんと話したことがないというかそうですね一対一でこうやってしっかり話すのは本当に初なんじゃないでしょうかメンバーね何人かはソロでの仕事とかもしたんですけどうん、うん、そうなんですよね関根さんはグループでの絡みしかなかったのではいろいろと聞いていきたい部分ではあるんですけど、はい、でも正直あれなんですよ まあね、まあ、ざっくり説明するとねアップ側は本当キャリアも長いグループだったのが、はい、まあごっそりメンバーがいなくなり関根さん一人が残った状態なのが今はいそうですうで,すで新メンバーを7人迎えましたはいはいはいあの、はい、関根さんが残るのが意外だったんですよ本当ああすごい <laughs> たくさんの人に言われました、うん、言われますよね意外だと一番意外だとまあそれこそね一番若い新井さん こんなパターンが考えられた中でうん、うん、なぜっていうね何度も聞かれたと思いますけどなはい、うん、なんか純粋にあの歌とダンスがすごく好きで自分の中でうん、うん、でいろんなこう好きなものをこう探った時に、うん、それに勝るものが自分の中に現れなくて。 だったら今最上級で一番好きな歌とダンスを続けてプラス「アップアップガールズ過去借りっていうところで続ける意味はあの10年間「アップガファミリーの皆さんとこう費やしてきた時間を無駄にしたくなくって守りたいなっていう思いもあってあのまあソロっていう方向もあったかもしれないですけど私は「アップアップガールズ過去仮に残,残りたいっていう決断に至りました。 多分要するにあれですよね他のメンバーとかは他にやりたいこととかがいろいろ冷静になって考えた時に出てきて。ですでそうで、ん、すそうです。うですっていうことですよね。はい。は芸能界以外の道だったりとかそれぞれの道が出てきた中で唯一そっちになったっていう。はい、うん。何なんですかね。まあ歌とか好きなのは分かるんですよ。はいうん、ただ何なんだろう。例えばグループって本当に。 完全に一新させちゃゃうパターンってああるじゃないいいですかはいは一い人だけ残るパターンで僕何,何回かぐらいしか見たことなくてうんそうどうなんですかだってあのー、ねフレッシュなメンバーの中でちょっと居心地の悪さを感じることも出てきたりするかもしれないし、はい、あそれが全然なくて、うん、むしろ今あのリハーサルとかもあとライブとかも、まあ、1回1月3日に ニュー,イヤープレミアムパーティーの方に新体制であのステージ踏んできたんですけれどもリハーサルとかやっててもなんかこう逆にパワフルなこの活気にこう包まれてるのがすごく自分的に心地よいというか,なんかそこでギャップが生まれてあストレスっていうところがなくてあ自分も今一度頑張らなきゃなっていうところでなんか改めて逆にその刺激で自分がまた頑張ろうっていう思いになってますね。うん アップガらしいと思ったのやっぱですよね新メンバーの平均年齢が高い感じっていうか確かにそうですね割と高めですね結構高めですよだってもっとごっそり新するかと思ったらはいあのガチで若い子一人しかいないみたいな一人だけですね確かに15歳の子が一人だけです大体2020前後っていうそうですね珍しいと思いますよアイドルグループの新面加入でこれぐらい高いのってうんうんうん かね、あの関根がもう24で来,来年というかもう今年で25になるので、うん、そこはあの社長ともお話ししたときに、うん、そこでなんか年齢で関根とあまりこうギャップが生まれないようにっていうところで、うん、年齢もなんかあまり離れたところをこう揃えたっていうわけじゃないように、うん、なんか近いように関根の年齢に近い子をこう割と残し目にしてっていう感じにしました。うんうんえー まあね辞めたメンバーも冷静に考えれば本当にまあねアイドルの中ではかなりベテランだったわけでまあ人生考えるのもまあ当然だよなと思うんですようん、うん、20代も後半とかになったりするとはい、うん、関根さんがもう相当考えたと思うんですよねこの12年うん確かに、うん、えでも迷いとかはなかったんですか迷いはありましたうん 本当にありましたやっぱりこの10年育ててきたこの10年一緒に戦ってきた仲間がいなくなってもう何度も苦楽を共にしてきた仲間がいなくなってまた新しいメンバーとその苦楽を共にしてまた絆をこう作り上げるということに対してすごく大変だろうなっていうところも私大変だよっていう意見もいろいろいただいたんですよ。 でそれで本当に続けるのっていうことも何回も聞いていただいたし何回も投げかけていただいて自分でも自問自答いろいろした中ででもやっぱりそこももう一回楽しむっていう気持ちの方向に切り替えてなんかそれが苦しいとか悩むとかの方向よりかはそれも楽しもうって思ってでそれでまた新しい形の絆を作っていきたいなっていう方になりましたね。 でも、はい、今までの方向性ってどれぐらいキープする感じなんですかもう一回関根さんが若い <laughs> ねこの兵隊みたいなのを連れて過酷なトレーニングに挑む感じの流れになっていくのか <laughs> はいはいはい。 なんかアプガらしさを残すっていうのは、本当になんかこうパフォーマンスをする上で、ライブとかをする上でなんで、どういう風に気持ちを投げたらいいかとか、ライブの時の自分の気持ちの伝え方だったりとか、そういうのをなんかアプガらしいところをこ残しつつ、でも他はなんかはもう10年っていうところの節目で、必要はなないいいんじゃかってう全く新しいものになってもいいんじゃないかなっていうところはあります。 でしょうね、はい、多分今もう一回ねあのパターンやったらもしかしたら時代が変わって今度は怒られる時代が来てるかもしれない、ね、<laughs> <laughs> アイドルが自,、はい、自衛隊入隊とかな何なんだみたいなね <laughs> 問題視される可能性も出てきますからねかありますねあの頃は確かにいろいろ自由でしたねそうそう自由ですけどまあね、はい、例えば2時間休まないでライブさせましたみたいなのも虐待じゃないかみたいに言われる可能性がありますよ今なら <laughs> そうなんですか 休ませなきゃダメだろうっていうねそっか確かにそうですねいやだからこの10年ぐらいでアイドル界も変わったし世の中も変わったと思うんですよ相当うん確かにですよねうんっていうかまあこの10年どころかだって関根さんがアイドル業始めたのはいつからかって話ですからねそうですね小学校年生に加入して でも本格的に始まったのって本当小学校、高学年ぐらいの時ですね。それまでは本当に基礎レッスンとかばっかりだったので。うん、ス,テのステージ立ったのはステージ立ったのは多分中学生とかそれぐらいだったと思います。うん、遠方組だったっていうのもあって。小学校、キャリア長いけども、実はそこまでレッスン積むばかりでっていう。はい、でやっぱりなんかこの、うん グループとして、なんかいろいろ本格的にいろいろこう経験できたのって、本当、うん、アップアップガールズ過去仮になってからなので、うん、ハロプロイクの時は、やっぱりなんかこう歌とダンスのみで、うん そこでどれだけこう自分が発揮できるかっていう状況の中だったのでそこを飛び出してみてアプガになってみて、うん、結構知れた部分だったり学べた部分っていうのは多かったですね、うん、だから今考えるとあの首も良かったんじゃないのかなって <laughs> <laughs> 自分では思います <laughs> ま、ね、はいえっとちょっと話戻りますけど地方組ってそんなにまあ通うのが大変だとよく聞くんですけど はい、ステージに出るチャンスもちょっと少ない感じだったりすするんですか少なかったですね、やっぱりリハに来れないとか、うん、の電車の関係で、<ー>それだとやっぱりあの、人より時間がかかってしまうし、だったら来れる子で、うんあの、リハできる時間決めてやった方がいいっていうところだったので、うん、やっぱり遠方組はどうしてもそういったところで遅れを取ってた部分はありますね。うん ですよね、コメント欄に、うん、戦国南さんはそれで上京してっていうねはいそうですねそうですねそうしないとなかなかチャンスに恵まれないうん、うん、なるほどなるほど、はい、えっとねエッグ時代まあねあの僕の友人が、ね、関根さん推しだったりもしたんですけど当時エッグ時代はどうなんですかあのー、なかなか目立つのも難しい状況 だったとそうですね、エッグ自体はもうもはや毎日が競争で、うん、もう本当に大変だったっていう思いですね。毎日が競争、まあ比べられ続けるし、うん、どれだけ自分がこのスタッフさんだったり、うん、あとツンクさんにメダル 目立ってるる姿を見せら,る見せられるか、うん、でも本当にあのー、隙をついてこう、うん、いろんな人にこうアピールするっていうのが本当になんかこう、うん、毎日が争い戦いって感じでしたね <laughs> 密かに <laughs> それは何なんですかやっぱそういうの上手い人もいるし普通にパフォーマンスだけで届いちゃう人もいればそうですそうですう関根さんはどんな感じだったんですか 関根は本当にあの大人の人とコミュニケーションをとるっていうのがとにかく下手だったので、うん、あのだったら得意なダンスで目立ってやろうっていう思いで頑張ってました、うん、だからあの初めて出たハロプロエッグの新人公演では、うん、そのダンススキルをこの先生に買っていただき、うん、あの初めての新人公演なんですけど三十、うん、何人いる中でセンターで踊れたりとか。うん そういういところでダンスっていう方面で責任なアピール頑張ってましたダンスの経験があったのがプラスになってなりましたなりましたまあねだって、うん、ねチャオベラとかスマイルジとかとの競争は大変だって、うん、まさにね本当に <laughs> まあとんでもない人たちがゴロゴロしてる中でどうやって目立っていくのかっていうはい <laughs> うんうん、うん、まあでもそれなりに結果は出していった側ではありそうですね でもなんかまあねその競争っていう意味ではまあね次々と周りがデビューしていくとかの怖さとかもあるわけですよね。ありましたね。うん。うん、自分が置いていかれるような、うん。だし自信もどんどんなくなっていきましたね自分自身に対して。うん、なんかこう一回そのまあ 割と何十何人いる中で、うん、グループ曲っていうところがあって、二人で歌えるユニット曲とかもらえるとめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、うん、まあそれが割となくなり出した時とかは結構自分のそこにいる存在意義だったりとか価値観がないんじゃないのかなって思い出して、うん、結構その。パフォーマンスで戦えてたはずが、その出番すら。うです、うん、です,です うん、それは自信なくなりますよね、確かにねなくなりますね、結構きますね、うん、精神に、うん、そして、なんかね、次々とグループ結成ですみたいな感じの発表だの、なん、はい、だのとかっていう、うんうん、えその時それでも続けようと思った何かポイントとかはあったんですかやっぱり舞台、ステージ上で目立ちたい、輝きたい、うん、負けたくないっていう思いですね。うんうん うん諦めたくないですかね。うん今度こそ、次こそは自分がっていう気持ちでいっぱいでした。うん、例えば、スマイレージできるという人があって、呼ばれるかなみたいな期待とかも多分全員あったと思います。うんもう自分が絶対そこにっていうのはもう常にエイク全員持っててメラメラしていたので、そこで呼ばれなかった時はやっぱり呼ばれなかったメンバーもすぐ。 涙が止まらず話もできず、うん、気持ちが抑えきれず、うん、でなんかちょっとあの,そのメンバー感とかがうまくこう、うん、なかなか最初の1週間とか発表し間かの1週間はこう、うん、うまくいかなかったりすれ違ったり。 でもなんかそれはなんか別にその人は嫌いだからそうとかではなくて、うん、単純に悔しくってその思いが溢れてて負けたくないっていう思いで毎日戦ってたので、うん、なんか悪いギスギス感っていうよりかはなんか心地よいなんか切磋琢磨あ戦ってるんだなっていうギスギス感で思えましたね、うん、ああマノ、ま、ちゃんがとかねいろんなこと、うん、いろんな時があるわけですよね、うん、次々と誰かが行ってはいうんねえ でそんな中で、でもね、あのー、システムが変わるわけですよね。はい、そ<の>変わりましたね。研修過程終了というか、んというか、うんはい。年齢制限が出ましたね。年齢制限。<laughs> 中学生以上はアウトでしたっけ <laughs> はい、そうです。<laughs> 関根さんはギリ中学生。<laughs> 中学、そうですね。1年とか、たぶんそれぐらい。だったと思います。うん,うん。え その発表どんんな感じだったんですかあ残る残らないの発表ですか、ね、んそれはあのー、なんか中学1年生、もう完全にまだ、うんあのー、クビって決まってないこのギリギリのラインの子たちは、うんあのー、決断を下すまでにこう時間が決められてて、うんうん、いついつまでに、あのー 決めるからそれまではアピール頑張ってくださいみたいな風に言われてたんです。アピール。それまでにその残れるようになるまで頑張りなさいっていうところで、でうん、その日付が来ました。うん、で、あのその年齢制限ギリギリの子たちが集められて、うん、今から残れる子、発表しますって言って、うん、あの本当にスタジオなんですけど、うん、あのマネージャーさんからえ残る子の名前だけ呼ばれて、残れない子は、 お疲れ様でしたっていう感じでしたね。うん、よ呼ばれなかった。はい、呼ばれなかったですね。え、その時の心境っていうのはいや、もうなんか目に見えないものすぎて、 その期間は決められたものの、うん、その期間の中で何をどう頑張ったらいいのかもよくわからないし、うん、でその最後の最後でアピールするってなって、うん、で何をアピールすればいいんだろうってここまでいろいろなんだろう発表とかあっても合格できなかったし、うん、こんなに続けてきても今なんかこう認めてもらえてないしっていうところで。うんうん 何を何を何をっていう疑問の中で過ごしたこの残りの期限だったので、えー、<laughs> まあ確かにそりゃそりゃそうだよなっていうところとじゃあ逆に何をやればよかったんだろうっていう,うん難しい難しいですね一言で表すとかって言ってちょっと難しいんですけどその時って佐ホさんは残れた感じだったんですか <laughs> そうですね残れましたねうんはい。 その結果佐帆さんが合流するのが遅れる、はい、ということになって、はい、まあねそこでまあ完全にでも一回夢が絶たれて、うん、あのー、そこから救済の話っていうのはどんな感じで始まったんですか そうですね。その、最後の新人公演があった後、うん、まあこの後続けるか続けないか。うん、で、その、続けさせたいと思った子には連絡が行くから待っててくださいね、うん、みたいなことが、うん、あの、最後にあって。うんうん でそれでまあ電話が来なかったらもうそこまでっていうところでただただこうなんか電話を待つっ,っていう <laughs>、うん、<laughs> 期間がありましてでそこであのマネージャーさんから電話がありましてちょうどあのお母さんとあのスーパー行った帰り道で車に乗ってたんですけどそうそう出てて「まだアイドル活動続けたいですか?」 って言われて、うん、はい、続けたいですって、もう反射的に答えたんですけど、うん、難しいこと考えず、反射的に答えて、うん、はい、続けたいですって言ったら、はい、わかりました。ピッて終わって、うん、あれみたいな、うん、これは続けられるのかって、まあ、電話が来たら多分続けられるんだろうなっていう、うんそんな感じでしたね、<の>始まりは。要は、その時点では何やるかも全然分かってないままってことですよね。はい。で、電話してきたのが山田さん。 だったんです違うんだ。当時のハラブロイクのマネージャーさんだったような気もしないじゃないですそう、はいはいはい。で、まあ、とりあえずなだ何人、どういうメンバーが残ったのかも分かんないまま、とりあえずやり,つやり続けることを決意して。はい、そうです。はい。で、はい、あのー、 グル,グループというか、こういう分かったのはどれぐらいのタイミングだったんですかいや、あのー、<laughs> 俺、いきなりそんな電話してないですっていう、<laughs> 山田さんが <laughs>。多分、山田さんじゃないですね、じゃあ。女の人の声だった気がするんで。うん。うんうん、山田さんじゃないと思う。<laughs> じゃ山田さんがメンバー選んだわけ。うん、じゃ彼どうなんでしょうか もしかしてかて、ね、これはコメントで答えてくれるんですかね、うん。なんとなく頑張ってそうな人を何人かで選んでいて山田さんチョイスだったわけでもない可能性がっていう。うん、出てきましたね、その可能性も。<laughs> ですよね。<laughs> 10年目の真実。<laughs> <laughs> はい、えーはい、で、はい、メンバー決めたのは私です、だそうです。あ<ー> あーなるほど。じゃあ電話かけたのは多分当時のマネージャーさんですね。はい。え、そのメンバー集まってみて、はい、最初どんな話聞いたんですかいや、最初はそもそもなんかあのロケ、うん、ロケというか収録をするっていうスケジュールが来まして、うん、で、そのスケジュールがあの、まあ、テレビの収録だったんですけど、うん、それがあの、 まあ、人が誰がいるのかとかも知らなかったし、うんうん、はたまたグループでやるのかソロでやるのかも分かってなくって、うん、とりあえずその日付そしてその場所に行って開けたらハロープローエッグの時に知ってる顔が何人かいて、うん、あれってなって、うん、そこで <laughs> これはもしかしてグループでこの人たちやっていくのかなっていう疑問が生まれて。うん まあ確かに電話の時にグループでやりますと言われてなかったのでここに集まった人たちは何の人たちなんだろうっていうところで <laughs>、うん、それぐらい本当に何も聞いてなかったんですか何も聞いてなかったですねた、ま、だ続けるってだけの <laughs> はいそうですそうです、うん、えコンセプト的なものってじゃあその時点では別に決まってないわけですよね本当に後付けですね、うん、その前にそれぞれとはあったと思います、はい、山田さん入れる状態になったら入ってきてくれたら嬉しいですはい <laughs> さっき電車移動中でしたけどね。<laughs> そうでしたね。<laughs> は,いはい。え、なんとなくそのメンバー集まって最初のコンセプトっていうかそういうのでなね、まあハローの歌を歌いながらやっていくぞみたいな感じだったんですかぼんやりと。いや最初はそもそもコンセプトとか、うん、このなんだろうグループでやることに対して、うん、なんかこう何かを決めようとか。 そういうのが自分たちの中でなくって、うんうん、ちゃんとなんかこうグループでやっていくっていう、そのんだろう、意識があまりこう向いてなくって。うん、まず K-POP <だ>カバーが先かっていうね、そうかそうか。あそうです、そうです、そうです。そうです、そうです。そうん。うで,すうで,すです、です、です。 だからその,後のあの改、ー、名、アップアップガールズ、うん、カッコ仮、アップフロントガールズ、カッコ仮から、うん、アップアップガールズ、カッコ仮になるときに、うんあの、そこで改めて、なんかそのグループの,、うん、の目標だったりとか、そのグループ名の意味だったりとかを、改めてそこで初めて考えましたね。とりあえず、ね、だからやれることをやっていこうって、本当にもう、ね、<laughs> なんだ、見切り発車で <laughs>、なんとなくやってた状態なわけですよね。はい、そうです で見かねた人たちがいろいろ協力してくれてのとこ、某出発者の田原さんとかが、はい、<laughs> 場を提供してくれたりとかしながら何となくやっていたっていう。見切れ発車状態で不安はなかったんですかなかかかったですねとにかくその首から、うん あの脱却してこう新たな道ができたっていうところで、うん、ただただがむしゃらに頑張ってましたね、うん、でもその仕事がこう何につながるのかとか、うん、難しいことを一切考えてなかったです、うん、とにかく目の前のことを一生懸命やらなきゃっていう思いだけでしたね、うん、今度こそ頑張らないと今度こそクビになってはいけないっていうところで、うん、<laughs> 今度こそクビになってはいけない <laughs> はいどうなですかそのそはいはいはい 山田さんの声がします。声、ね、だ,だけはとりあえず聞きました、はい。はいはい、まだ移動中ですね。はい、すはい、ちょっとなんか聞いてて、一言言いたいことがあったら、何か。分かりました。はい。えな、何かちょっと一言、さっきの件ですけどみたいなこと、なんかあれば全然。さっきの、いや、多分一回はあって説明してると思うんですよね。えっと、こんなことやるよっていうのは。全然覚えてなさそうですよ。 まあでも、みんな覚えてないから、ね、みんな覚えてないからあるかもしれないですけど、忘れっぽい僕は覚えてるの説明って、どのレベルのことが決まってたんですかいや、でもまあ、グループとしてどうこうっていうよりかは、みんな、あの可能性ある子たちだと思うから、うんうん まったグループとして活動して、うん、でもそ,その中でソロ活動頑張れる子がいたら頑張っていったらいいし、うん、まあ臨機応変にできるなんか違うものを作るよみたいな説明をしたんじゃないかなという気がします。うん、だからそういう意味ではあの当時、ハロプロの研修生っていう,もう型にはめられたものだったところにいたから、うんうん、その同じ会社の、うん。うん ハローに昇格するのがゴールでしかないですからねさ、その時点では。うん、で、その同じ会社にいた、そのハロプロのマネージャーの、うん、そこそこ、えらい人が言ってることなんで、なかなか飲み込めないっていうのはあるような気はするなっていう気はします。うんはいはいはい。はい、いいメンバー選びましたよとか言われてますよ。ありがとうございます。<laughs> みんながいい子でした。はい。はい、うん。アプガがアプガになっていくのっていうのは何きっかけだったんですかね。何きっかけですか。さんアプガがアプガになっていくきっかけ。まあ、特殊なアイドルになっていった。<laughs> 特殊なアイドルになったきっかけ。特殊なアイドルじゃないですか。間違いなく。<laughs> <いや S 1> <laughs> どこで足を踏み外したのかっていうか <laughs>。 <laughs> なんかこう自分たち踏み外した自覚なくって、うん、いやなんかそれこそな,なんか今特殊って言われるんですけど、うん、なんか別に自分たち特殊になろうとかそういう思いでやったわけじゃなかったそうです、ね、<れ> <laughs> き気まじめにやってきたら気がついたら変な場所にいたっていうそ <laughs> <laughs> そううとにかくなんか爪痕残すとか、うん、あのなんか 枠を決めないで自分からやりたいと思ったことはどんどんやるとかいろいろやってったらまあアイドル戦国時代きっかけぐらいのタイミングで結成されたグループなわけですけど、はい、結構まあ本格的に活動し始めた頃にはもうアイドル戦国時代と言われるものはもう終わってたというか落ち着いてたんですよね。そうですね落ち着いてました、ね <で>うん、アプガが特殊なのは戦争終わってないって言い続けたとこだと思うんですよ。<laughs> はい、<laughs> まだまだ戦いは続いてるんだってあの <laughs> <laughs> えもうみんな戦いやめてるのにっていうそね,ね、うん、その特殊さが面白かったと思っていて、うん、それはやっぱり山田さんの教えだったんですかねその爪痕残せ的なのとか。<laughs> あそうですね、とにかくステージで何かこう一つでも印象を残したりとか爪痕を残すっていうのはとにかく山田さんから常に常にあの、うん、言われ続けてたんですけど、うん、そのアイドル戦国時代終わってないっていうのは、うん、あの多分関根がハイスパートキングダムとか、うん、ハイスパートレイブとか多分その公演の時に言った言葉なんですけど、うん、なんかこうアイドル戦国時代っていう名前がありつつなくなりつつもでもアイドルってすごい。 まあ、アピカになってからいろんなフェスに出させてもらってたので、うん、なんか別に滅んでるわけじゃなくて、どんどん新しいのって生まれている状態で、なのに、アイドル戦国時代終わったって言われているのが、ちょっと悔しくって自分の中で、うん、終わってないし私たち、こんな戦いたいのにっていう <laughs>。そう、戦ってるのはまだここにもいるんだぞっていうのをなんか知ってほしくって、うん、そういう思いで。 あれは別に山田さんに「言え」って言われたから言った言葉じゃなくて自分から言いたいそう終わってねえぞっていうちょっと反発心ですねあれは。まあ山田さんの洗脳の成果な感じもしますけどね順調にそういうのをすり込まれて爪痕残さなきゃって生きてきたねそうやって戦いを覚えた結果ね 終わってねんだよって <laughs> <laughs> まだまだだよっていう <laughs> はい <laughs> <laughs>、うん、でもそれになんかね皆さん順応できたのが良かったですよねうん、うん、確かに確かに、うん、なんか押し付けられてしんどいですみたいな感じじゃなくうんうんすごいフィットしてたっていうかうんうん、ね、言われなくてもそういうこと言い出すぐらいにはまってたわけじゃないですかうんはいうんうん、うん でもやっぱりその寂しさはあったんですか、ね、そ2010年11年の盛り上がりみたいなものがいざアプガがギラギラしだした頃にはちょっと落ち着いてたことっていうのは寂しさというか悔しさはありましたね全員、うん、なんでこんなにこうなんか血,血は流れてないけどこう、うん、汗と涙といろいろこう体もボロボロにしながら戦ってるのに、うん <laughs> うん、なんで注目してくれないんだい <laughs> 見たよっていう悔しさとうん、うん それで、なん,かそのなんだろう、そういろいろなことに対する不,、うん、不満だったり怒りだったり、うん、っていうところで、<laughs> 私たちは見ろこの野郎って思いで戦ってたら、あのアスリートアイドルとか、プロレスみたいなとか、言われるようにはなっていきましたね。うん、だってまあ、ね、2011年、1 2年ぐらいからよく会うようにはなってたんですけど、うん、会うたびに明らかに体が変わってましたからね。<laughs> <laughs> なんかふくらはぎがすごいことになってんなとか、筋 <laughs> 肉がすごいちゃんとついてるっていう。<laughs> 確かに、本当にもうあの時は睡眠よりもライブしてる時間の方が長くって、うん、もう本当に寝る時間が本当に2時間後にはもう起きるとか、<laughs> うんうん、そういうのは本当に毎日ざらであって。寝ないでも筋肉ってそんなつくんですね。つきますね、やっぱり。うん うん、と同時にやっぱりあのそういうライブっていうものが多くなってきて、うん、まあやっぱり大なョ将なり怪我っていうのもやっぱしててそこでやっぱ怪我しないように長いライブとか激しいライブで耐えられるようにしようっていうところでジムにも通い出して、うん、ライブプラスジムっていうところでやっぱ筋肉はどんどん,どん,どん育っていきましたねだって本当ある時期ねそのステージ衣装を相まってどう見ても女子プロレスラーみたいに見えてましたからね皆さんね。<laughs> <laughs> アップがすごいことになってんなと思いながら、当時よく絡んでた印象がありますね。はい、<laughs> なんか衣装とかも、それっぽかったですもんね。そうな,んなんかびろびろみたいなあれつけてあの。お腹出しても全然いやらしくないっていう。そうなんですよ。そうなんですよ。ただのアスリートにしか見えないっていう <laughs>。<laughs> 本当に。<laughs> うん。今、まあ、でもなんかね、本当にいい流れにはなってましたよね。はい。 曲にも恵まれなんかねいい感じで目立っていったっていうか、はいうん、個人的にやっぱりでも一番印象に残ってるのはあれなんですよねやっぱりそのハロコンに参加した時の、はいうん、中野サンプラザでの一曲だけのライブがものすごい印象に残っててありがとうございますあれ生で見れてすごい良かったと思ったうん、うん、ありがとうございますでもやっぱりそうですね自分たちでもその あの元いた環境のところにこう呼んでいただいて、うんうん、でそこでやっぱりなんだろういろんなところでやっぱ負けたくないとか、うん、そういう思いはいろんなフェスでやってたけどやっぱり一番はそのクビになった場所のそこで見返してやりたいっていう気持ちがすごく大きくて、うん、でも、うん、あの育ったところであるから、うん、精一杯の感謝を込めつつも、うん、でも今の自分たちはこれだけ。 輝いてるんだぞとか、うん、これだけ楽しいんだぞっていうのを。ガツンと残したいっていう気合でいっぱいでしたね。うん、すごかったですよね。本当一曲だけでどれだけ爪痕を残せるかの戦いを。しに来たっていう感じで <laughs>。はい、そうです。そうです。<laughs> あ,あ、本当にちゃんと戦いをしてるっていう <laughs>。<laughs> <laughs> そう。ねね、マイマイクも良かったです。本当ね。ハロプロ首になってのを。 戦国さんのマイクも最高だったし。<laughs> いや、<laughs> あれは本当に裏で何十回も練習しました。<laughs> <laughs> 正直あれは言わされたわけではなく。<laughs> あれはそうですね、あの山田さんの、あの、うん、意見でございます。ですよね。はい、<laughs> ね、ネタも込みで、山田さんに全部指導していただいて <laughs>、うん。はい、は,は,はい、はい、はい、はい。あれでも美しい光景でしたよね。本当になんだろう。<laughs> あの爪痕を残してあの絶句してるような人たちもいれば本当に何だろう、はい、フレンドリーに<の> <laughs> も,ももちとかがねこう応援してる感とかすごい美しい光景を見たっていう <laughs>、はい、<laughs> そう、はい、超良かった、うん、僕が印象に残ってるのがその時多分リアルタイムでアップが完全に爪痕を残しましたみたいな僕がツイッターでつぶやいたらはい 終演後の何かあの関係者のみの一杯、ね、だけの打ち上げみたいなのが中野サンプラザとかあるんですけど、はい、そこでメンバーがバーッと来て、はい「ツイッター見ました!」みたいな <laughs> <laughs> エゴサへえと思ったっていうのはすごい。まああんな感じで本当にどこに出ても何かはやらなきゃっていう思いがすごい強かったわけですよね。 はいそうですね、うん、でもやれることなんか限られてるじゃないですか。その中でも何かどういうことを考えてたんですか今日はとにかく負けないようにするにはって。だ、う、し、ん、いろいろ出てるグループの中でどういった方法で目立てるのかなって。うんうん、でどういった印象を 一人人ででも多くののに残せるのかなっていいう戦いでしたねだからパフォーマンスもそうなんですけど、うん、MC で言う言葉だったりとかもそれは山田さんと考えたりた、ね、はい <laughs> そうですそうです <laughs> 失礼にならないレベルで何を言っていいのかみたいな <laughs> はいうん一生懸命このセーフラインをお互いこう探しながら僕があと印象的なあれですねその対ンあんぎみたいなのをしてた時に ねぎっこ相手に潰したろって感じで言ったら完全にすかされたっていう、あ, <laughs> あれがすごい印象的で。あれは本当に伝説ですす、うん、自分たちもおよく覚えてますね殴り合ったるぜって感じで言ったら、向こうがあのおにぎりのかぶり物で現れて、おやつとか差し出してきてっていう, <laughs> うい。<laughs> 平和で 私たちは表紙抜けしました。えー、あれって <laughs> 戦わないんだっていう <laughs>、えー。こんなにギラギラで言ってる自分たちがちょっと恥ずかしいわって感じるぐらいに <laughs>、うんうん、なりましたね。うん、でもなんかそこでそこででもなんか戦うっていうところでなんかその印象に残すっていうところのなんか幅が広がったような気がします。うん、何もなんかそのオラオラとかついてこいっていう方向じゃなくってもなんか、うん。うん いろんな人をこう自分たちのグループの空気で包むっていうところで、なんか、うん、あの印象に残すっていう方法もあるんだなっていうのは、うん、そう、台湾アンケーの時は、あの台湾アント相手さんのグループのライブは客席で見てて、うん、それを体感できてたので、うん、ねぎっこさんの時は、確かにあれとはなったけど、でも、うん、あの自分たちの,そのライブに対しての方法、アピールの方法っていうのは増えた気はします。う,んうんそうか いろんな人たちの戦い方とかを見て学ん,、はい、学んでいって、はいうん、ガツガツ行く以外の戦い方もあるんだなっていう。やっていきながら、あれアップがおかしなことになってるぞとか思ったたりはしてたんですかおかしなことになってるぞ、うん、って感じではなかったんですけど、<laughs> でもやっぱ一番おかしいとって思ったのは、やっぱ自衛隊強連体験の時ですかね。でしょうね。 はいあの時は、うん、あれってどの方向に転ぶん,んだろうこれからっていう <laughs> <laughs> あの不安はめちゃくちゃありましたねなんとなくアスリート路線になったとはいえ、はい、どこまで行くんだっていう <laughs> はいここまで来たかっていう <laughs>、うんうん、だってまあ想像でしかないですけどまあ相当しんどいわけですよね当然強烈体験ですか、うん、めちゃくちゃゃくしんんどかったですうん 本当に、あのー、自衛隊の皆さんがやっている訓練をまる、うん、あのー、体験してでもんだろうやっぱアイドル。 でもファンの人の声とかそこで声援とか、うん、頑張れとか言ってもらえてたら多分頑張れてたと思うんですけど、うん、それも一切なく教官の厳しいお言葉 <laughs> でそして <laughs> あのメディアの皆さんがただただ冷静に記録に残すと <laughs> いう状況の中で <laughs> あのサーキットトレーニングとか、うん、教官にめちゃくちゃ怒られながら「おっさい!」ってうこう自衛隊の皆さんと一緒にやって、うん、でその後は重たいこの銃のレプリカを持ってほふ前進をやったりとか。うんうん <laughs> もうなんか化粧とかぼろボぼろ、ぼろっとまめになりながらやって、<laughs> でしかも、うん、あの楽屋というか、そういう部屋に帰るまでも、うん、あの更新、隊列、うん、をこう崩さないでいくみたいな、はい、え<ー>そこまでって思って、<laughs> あの時はかっこいいて不安になりましたね、先が。 通常そういうのってね、それこそプロデんだっけ特訓とかもそうですけど、カメラ回ってるとこだけでやるんじゃないのって感じですよね、普通。<laughs> えそうじゃないとこでもやるのっていう。<laughs> そうなんですよ、そうなんですよ。えこれ、絵作り用のやつじゃないのみたいな。いや、そうじゃなかったです。待っ、うん、で全部体験しました。うんうん あの言っちゃ悪いですけどプロレスの特訓大体カメラの前でしかやってないですよあんなの。<laughs> <laughs> そこまでガチでやってないですよ。<laughs> そうなんですね。うん、<laughs> いやーだから行方不明になりましたね <laughs>、うん。これはどこまでやらなきゃいけないんだろうっていう。まあねなんかでもねなんか無茶やっても、まあ、アップカーだしなっていう感じでしたもんね。 そんなに驚きもないっていうかああアプガだなーっていう <laughs> ああ無人島でやるんだあーアプガだなーみたいなねあ山のもんだアプガだなーみたいな <laughs> <laughs> ありましたありました <laughs>、うん うん、だからなんか自分たちもなんか最初はえっと思ったけどアプガだからっていうところでなんかそのえっと思う領域でもなんか何でもこう、まあ、アプガだから大丈夫って見られることによってじゃあアプガだからできる、うん、なんかアプガだからじゃあ楽しもうとかそういう方向に変わっていったので、うん、まあ多少なんか先行きは不安になりつつも、うん、まあ楽しむかっていう方向ではありましたね。 だって多分ね他のアイドルグループであそこまでちゃんとジムに通って体作るとこもそうないだろうなと思いますからね。うん。うんまあ、そうだし腕相撲用の、ね、筋肉をきちんとつけるとかの発想とかってまあそうはないぞっていう。<laughs> <laughs> あれは森だけでしたけどね。<laughs> あれは本当にメンバーみんな何、うん、でっていう何 <laughs> でそこまで腕相撲に命かけてんだろうって結構なんか、うん 筋肉とか体も痛めつつやってたんですよ、<ー>ロポルポルなりながら。うん、いや、そこまで自分の体を犠牲にしてやる意味あると思ったんですけど。なんでアパガはあんなに腕相撲に本気なんだっていうね。うん、毎回、サボちゃんすぐ負けるし <laughs>、はいで。そうなんですよ。で毎回、いける気がする、<laughs> 勝ってる気がするっていう自信はあったんですよ、彼女は。うん、<laughs> で森崎さんは優勝した後に。 必ずね必ずまた負けるみたいな喜んだ直後に泣くみたいなシリーズが。いやでもあの時期本当にむちゃくちゃ僕すごい好きでしたね。興行として本当に面白いと思っちゃいました最高だったあの時期のアームレスリング大会司会やりながら普通に興奮して見てましたからね。 面白すぎるっていうまま真剣にやるしそう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  <laughs>、はい、やっぱりこういいんですよねアイドルの戦いがやっぱりシンプルに見たいんですよだからやっぱライブが戦いみたいなモードだった時代<ー>戦国時代が好きだったのもそうだし戦国時代がなくなった後もやっぱり何らかの戦いが見たくて で,できればそんなに怪我をしないレベルでしかし実力がはっきり見えるっていう腕相撲がほんとちょうどよかったんですよね、はい、そうですねちょうどいいですね、うん、そうそうそう、はい、大怪我しないレベルで、はい、<laughs> いろんな人の喜怒哀楽が出るっていうはい <laughs> 確かにそう、はい、最高でしたよあのーうん、ね寄付に移ってからもちゃんと面白かったし <laughs> はいありましたねいろんなゲストを呼んだ回とかもありましたしああいう輪には入ろうっていう気はなかったんですね <laughs> なかったですね。うん、<laughs> <laughs> まあ、そもそもだってグループ内の予選があるわけですよね。はい、ありました。うん。そこでもう全然勝負にならない。<laughs> うん、はい、めちゃくちゃ弱かったです。<laughs> 何の力にもなれませんでした。<laughs> ああ。でもあれですよ。僕もすごい弱いんですよ。うじじもですか。僕もむつごろさんに瞬殺しまされましたからね。本当に。むつごろさん <laughs>。 もうかなりのご老人に <laughs> あっさり行かれましたからね <laughs>。え、嘘 <laughs> <ぱ>。むムツ、ね、さん相当強いんですよね <laughs>。わあ、すごいな。<laughs> はいはいはい。ね。<laughs> そうそうそう。<laughs> はい。あのー、あとね、アップガで印象的なのは何ですかね。あのー、武道館が決まった時に、はい。僕がチケットを売りつけられたのも非常に忘れられない思い出ですね。<laughs> <laughs> <laughs> その説ありがとうございます <laughs> ちょうどティフの物販でアプガの前を通りかかった瞬間に捕獲されて押し売りをされるっていう <laughs>、はい、<laughs> 恐ろしい経験をして <laughs> あの時はもう血眼になってとにかく買ってください、うん、来てくださいっていうところで通りがかった知っている人にはもう、うん、絶対買ってもらうって思いで関係者だろうが何だろうがっていうね <laughs> だってあれ何が恐ろしいって僕、チケット買わされた後にアプガの武道館の煽り番組の普通に僕、レギュラーで出てましたからね。<laughs> <laughs> 自分が自腹買ったイベントの告知をずっとし続けるっていう <laughs>。確かにありがとうございます。たくさんしました。でずっとやってましたからね <laughs>。はい。<laughs> 何なんだろうと思いましたよ <laughs>。ここまでやってんのに関係者じゃないんだ、自分っていう <laughs>、うんあ。でもね、最近あれ衝撃受けましたよ、ちょうどね。 あの山田さんが最近インタビューでね、はい、あの当時のことがもう記憶がないとか記憶障害でとか <laughs> ああ、はいうん、おっしゃってましたね武道館のストレスが本当にすごかったっていう,うん、うん、え周りから見ててなんとなくそれは見えてたりはしたんですかうんでも自分メンバーじか、まあ、にこう直に一番近くにいたメンバーたちも結構、うんうん まあその武道館クラスっていうところで埋めなきゃとか集めなきゃっていうところで結構まあ自分たちも追い込まれてはいたので精神的にもってことですねそうですねだからその山田さんのその変化だったりとかそういうのにも気づける余裕がなくって自分たちもだから後々知ったっていう感じですかね自分たちもね要は告知になるようなね 活動がずっと続いてましたよね、阿部マとかでね。はい、それこそ小林幸子さんに衣装を借りに行くだなんだとかのああいう、はい、<laughs> いろんな活動がある中でのね、はい、武道館のね、それこそ練習団なんだとかある中でのっていう。でもまああのタイミングでやれてたのは良かったなとは正直思いますけどね。うん、確かにそうですね。あのタイミングだからこそやって良かったのかもしれないです、ね。うん、そう、相当無理してやったんだろうけれども、でもやっぱりあのタイミングでなきゃ。うん あのメンバーではできなかったはずだし無理してでもやれてよかったとはすごい、うん、当時から思っててちょうどその時期にね根、ね、ぎっ子が、ね、やれそうだったのを無理してやるべきではないと思って立ち止まって、うん、あれはあれでまた多分あの時期だったらやれてたはずなんだけれどもあそこでちょっとね歩みを遅らせて多分のんびりと それぞれが結婚したりしながらも続けていける形っていうのは多分あそこで多分軌道修正された気がするんですよね。あそこで武道館やっちゃってたら燃え尽きちゃってた可能性もあるっていう。うん,うん。そう多分なん,かなんとなくそういう道が分かれた気がしましたねあのタイミング。うん、うん。そう。アイズネも武道館建てたしよかったそうですね。確かに確かに、うん。メンバーが2人抜けるのとかって。はい。 どのぐらいで聞いてたんですかどのぐらいで聞いてた ?2 人が抜けるタイミングの話ですか、うんうん、話自体は多分してるんだろうなっていうのは、うん、こう薄々その武道館以降、うん、に感じてて、うん、でその 卒業することが決まりましたっていうのは本当に卒業発表する付近でしたね。うん、詳しい人がコメントしてるな <laughs> そ。それまでは空気で感じ取ってはいましたね。ドミューンで不審に思った話ねってすごい詳しい人がコメントでそうなんですよね。ドミューンで一回アップガが出,出た時があったんですよね。多分、佐ホさんの T シャツ作るかなんかの流れで僕と杉作さんの配信にゲストで来た時に <laughs>、うん、なぜか。 そうなんですよあの二、ー、人全然喋らなくてあれと思ったその二人が抜けたんですよ。<laughs> <laughs> 戦国南さんと佐藤綾乃さんが一言も喋らなかったんですの時。一言も喋らなくて <laughs> 僕から戦国さんどうですか佐藤さんどうですかって振ったんですよね。はい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  <laughs>、うん。あの時に僕何かを感じてたんですよ。<ー>あれっていう、うん。というね。そんなきっかけが。 あったんです、ね、そうでもその結構あの時点で2人辞めるっていうのも大きかった気はするんですよ。全く記憶にない山田さんそうなんだ。<laughs> <laughs> ですよねそうですよね。はいドミューの直前にメンバーに行ったのかなと思ってますと岩岡さんがコメントしてますね。は、う、は、ん、はいはい、はい、うんうん一度 あの時も多少考えたりしたんですかその2人抜けるっていうことで、他の人たちはどうしていくのかみたいな話にはなったとは思うんですけどその時は、うん、あの、なんだろう、そういうお話はなく、うん、その卒業するっていう結果を報告さしてもらって、うん、で、えっていう状態。 うん、あそうなんですねまあ感じ取ってはいたのであやっぱりそうなんだっていうところで,、うん、でそれでグループとして改めてじゃあ2人が卒業してどうするかっていうのは2人が卒業したあとに話し合いとかはありましたね、うん、やっぱねあれぐらい過酷なグループだと肉体的な限界とかもまあ,あるだろうなとはね、うん、思いはしましたけど、まあ、武道館の半年後に卒業発表というね、うん、はいはいはい。 そこででもなんかねちょっとアップがもうイメージ変わったかあ山田さんが入ってきた <laughs> 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 はい山田さんまミュートですかいいんですかはい <laughs> ミュートですねはい山田,さん山田ですご帰宅ですか <laughs> すいませんはい <laughs> お疲れ様ですはい、はい、お疲れ様ですお疲れ様ですはいはい多少聞いてて一言入りたい部分は何かあったんですか いや、ドミューンでそんな記憶はあまりないですっていうい <laughs> はっきり覚えてますよ、こっちは。<laughs> あれ、2>, たまたま2人何も喋んないっていう。でも、たぶん、たまたまな気がしますけどね、それ。ですか <laughs>、うん、何か悩んでたのかもとか、勝手に考えてましたよ、こっちは。うん。いや、そんな時じゃなかった気がする。だって、あの時でって武道館前ですよね、確か。 かう見て。ですかね。はい。武道館後ぐらいなんですかね。うん。うん。多分武道館前ではなかった気がしますね。うん。まあ、あの、メンバーが辞め、やめ、やめたいとか、そういう相談って、うん。定期的にやっぱあったりはするので。うん。だから別に、うん。 でも、そんなタイミングではなかった気がします。はいはいはい。うんはい、たまたまでも一言も話さない方がやばい、まあね、ですよね。<laughs> はい、だもしかしたら何か,お何か思い詰めてたかもしれないですけど、うんうん、でもまあ、本当、佐藤と戦国が一緒のタイミングになったのも、本当、偶然だし、へうん、結果として一緒になったっていうだけなんで。はい 2>, だ2人がなんか一緒に思い悩んでっていうことがなんとなくだ俺も関根も多分そこはあんまイメージつかない気がしてますは、うんうん、はい、はいどうなんでしょうか関根さんいや部族間後だそうです部族間あと2017年3月6日だそうですね 飲みは発表の2か月前だそうです発表はそうですね4月の29日とか8日とか多分それぐらいにした気がするんで、うん、はい、うん、はいみ、はい、ーこんとあやのんはよく膝とか腰とかやってたメンバーだったからああそうかとは思ったというね、うん、ああ懐かしいはい、うん、関根さんはその、はい、山田さんの独立とかは どういうふうに思ってたんですかいや、初め聞いたときはびっくりしましたね。うん、おお、このタイミングでとは思いましたね。大丈夫なのかなって不安に思ったりは。そのなんか会社が独立とかそういうことのなんかイメージがあまりこう自分の中ではっきり分からなくて。うんうん、で、なんかそのいまいちの違い っていうのが分からなくって、うん、分からないから不混乱っていうところはありましたね、うん、ど何がどういう状態になるから独立っていう形になるんだろうとかそもそも独立って何だっていうところから責任始まったのでまあクビになったと言いながらもアップフロント内にいたのがついに本当に出るんだっていうはい、はい <laughs> うん、だからしばらくその会社の構造とかそのなんか 仕組みとかっていうのを理解するのに手一杯でしたね。うん。武道館やるために独立したんですかとか質問が来てますね。いや別にやるために独立したわけじゃないですけど、まあ独立したからやれたっていうのはあるかもしれないですね。ああ<ー>。うん、それは会社に迷惑かけられない的な。まあ迷惑かけられないっていうか。 やること多分許してくれないですよね。あおそこまでのリスキーなことは。はい、そう、うん、そう思います。うんだってよ、予算書の時点でマイナス3000万の予算書。まあね、ちゃんとした会社がそれを通すわけがないわけですよね、はい。はい、想定動員これぐらいですみたいな。うん、<laughs> はい <laughs>、うん まあだからでも、よくあそこでやりきれましたよね。うん。はい。まあ、記憶はしなくてもいまあ,、まああの、もちろん発表したときにはもう独立するのが決まってたときで、うん、僕の会社4月に登記して、実動は6月の16とかからなんですけど、うん、あれ発表したの多分5月とかなのかな。うん、です、何度も言われましたかね。うん、あの 確認するけど、これはお前のリスクでやるんだよなっていう話をされましたからね。はははそれは、もちろんそのつもりです。まあ、そのつもりで覚悟はしてたんでしょうけど、まあ、ダメージは食らいますよね。<laughs> うん、まあ、そうですね。はい。はいはい。<laughs> え、まあね、でもまあ、 その後も関根さんとしては普通にまあね活動は順調にやれてた感じではあるわけですよね。はい、うん。はいはい。ねそしてまあ最初の話にも戻っていくわけですけどもあのー、山田さんの中では関根さんが残るっていうのは意外でしたはい意外でした。うん はい、嬉しい限りです、うん。山田さんの中ではどういう発想だったんですかアップガ自体は続けていこうとは思,う思ってはいたけれどって感じですかあそうですね。はい、アップガは続けて、まあ、アップガ仮っていうものはいずれにしても続けようっていうのは思っていて、思っていることは2つあって、本人の前で言うのも、 ちょっと恥ずかしいですけど、リモートだからい、うん、言えるんですけど、まあ、うん、2>, 2つあって、まあ、1つは、あのーまあ、アップガーは極端なし、全員辞めるって言っても、うん、やるっていう話はしていて、仮に全員が新メンバーっていう形になっても、うん、あの違うアップガーじゃなくて、違うグループじゃなくて、うん、アップアップガーズ各割としてやるっていうのを話はしていて、うん。楽曲も引き継いで、そのままやろうと。うん、はい、うん っていうのと、まあ、あと、あのー、なんていうんですかね5人、5人は仮に辞めるっていう決断を出したとしても、うん、あの自分が何かをしなきゃいけない、何、あのーうん、ですか、まあ、例えば関根がソロでやりたいですだったりとか、うん、そういうことだったとし,しても、まあ何をいいな、どういう決断をしたとしても、何か、あのー、必ず、じゃあそれでやろう。 あのそれをバックアップしようっていうのは思ってました、うん、はい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 、はい、そしたら意外にも関根さんが残ることを決断されたと関根さんはこの辺の事情は聞いてなかったんですねそうですね詳しく聞いたのは今ですけど、うん、でも、うん、あの山田さんはいつもそのおのおのがこう、うん、なんだろう アップ画としてじゃなくてこう一人の人間でこの人生の中で、うん、こうどう進んだらいいかとかどういう目標を持つのかっていうのは、うん、こう定期的にマンツーマンの話し合いの中でこういろいろ、うん、あの意見をくださったりとか相談をしてくださったりとかはしていたので、うん、すごくそういう思いはいつもこのメンバー一人一人にかけてくださっていたのは。うんあの 自分たちでもすごくありがたいなっていう気持ちですね。うんうん、ソロでやる可能性もあったけどもっていうことなんですね。はい、うん、はいはいはい。僕新メンバーは全然面識もなくて全然よく知らないんですよ。なんとなくオーディションの時とかちょこちょこ見てはいたんですけど。はい。新星アップ側はどんな感じなんですか 小さいアップアップガールズ過去から、とにかく今、パワフルに満ち溢れてますね。うんうん、やっぱり、活気に満ち溢れてますし、もうとにかくあの、新メンバーがいろんな取材とか、そういう、まあ、日常の中でも言ってるのが、とにかく売れたい、売れたい。うん、どういう形でもいいから、売れたい、売れたいっていう思いで。うん、で、リハーサルとかも本当に、うん、 今、着々とこの、まあ、2月に単独ライブやることが決定したんですけれども、うん、そのリハーサルも、その、まあ、ちょっと水飲んで5分休むって言っても、いや5分じゃなくていいです。うん、もう3分、うん、いや2分でもいいです。もうとにかく次、やりましょう。<laughs> 次行きましょう。どんどん進みましょうっていう子たちばっかりですね。<ー>アップガーらしい人たちが一応入ってる感じなんですね。<laughs> めちゃくちゃらしいですね。<laughs> <ん>はいはい。ギラギラして。 <laughs> はい。ななんとなくやっぱその戦いの気持ちだけは思っているような人たち。<laughs> ありますね。はい。<laughs> あ<ー>頼もしいですね。はい。うん。ね山田さんがな何かもうそういう精神を注入してたりするんですか？いやどうなんだろう。うん。分かんないです。でもまあまあでもやっぱりあのオーディションも結構大変だったんで。うん。 だやっぱそういうので、やっぱりなんか培われたんですかね、うん。え、リハを連続30時間やったらしい。<laughs> 連続30時間は嘘です。嘘ですよね。連続じゃないです。<laughs> 連続じゃないけど30時間やったんですね。<laughs> はい、連続30時間やったら倒れますよ、間違いなく <laughs> <laughs>、はい。はいはい <laughs> はい。はい、課題がきつめでしたね。はいうん そうか自衛隊の覚悟をしている子たち、はい、そういうことなんですかねアプガンに入るっていうのはそれぐらいの覚悟をするものなんですかねどうなんですかねそうなんですかねうんそれを改めてまだ民間に聞いたことないですね、まあ、普通のアイドルとはだってまあね一応検索して入るわけじゃないですか、うん、まあ最低限の知識、うんうん、まあ覚悟はしてるんでしょ、ね、ある程度ね、うん、んアットジャムでもって30時間やったって言ってた気がする、うん そうですけどね、はい、いやあの連続じゃなくてあのさ全部で30時間です。っていうことですね1月2日に初めてのステージを立ったんですけど、うんはい、それに向けてのリハーサルが30時間だった。なるほど、なるほど。よかった。質問だけでちょうど1時間過ぎたのでここから質問を拾っていこうと思います。どんどん書いといてくださいはい。はい。<laughs> せっかく責任がいるので、ええ、僕のビジュアルはいらないので僕、ビデオだけ停止にしますね、はい。声だけにしますかはい。岩岡さんからの質問でオーディションによって育まれた感はあります。質問じゃないですね。コメントですね。ありがとうございます <laughs> なるほど、ね。オーディションによってやっぱり新面にもそういうようなハートがついていったんですかね。は、うん、はい、はい オーディションでみんな詳しくなったって言ってます、えー。なるほど、そんなに知らないで受けた感じなんですかね。そんなに知らないで受けた子も、うん。あーはいはい。でもそうなんですよね、意外といろんなグループも知らないで受けるんですよね、皆さん。うん、僕、やっぱり政府向上委員会で驚きましたからね、政府向上委員会に入った子が AKB みたいになりたいって言ってて、ここでなれるわけねえだろうと思いましたからね。<laughs> <laughs> えと元自衛官ですが、今の自衛隊の方が優しい気がする。バッタは全員食べた。はい、食べましたね。桃色歌合戦の話が聞きたい。おー、おも歌合戦。年末ですね。はい、はい、年末であの、そうですね、うん、アップガが全員、アップガのグループが全員出させてもらったんですけれども、えー そこで、まあ、あの5人体制は終了し、うん、あの新アップが,がスタートした時なんですけれども裏話とかってなると1曲のリハーサルに対してすごく真剣にやったっていうのと初の20人での体制のパフォーマンスだったので、うん、なんかアップがここまであの大所帯すごく いろんな子が集まって、アプガっていうグループが出来上がってるんだなっていうのがしみじみ実感できたし、うん、なんかその、結、ま、成、あ、時代の時から考えて、今こんなにもアプガっていう名乗る子たちがすごく増えたっていう、この状況がすごく嬉しいなっていうのを、ただひたすらに幸せを感じていましたね、ももクロ、駄菓子の時は関根は。ももクロとかに対してはどういう思いがあるんですか あの本当にとにかくいつもあの裏とかでお会いしても、はいあの、すごくフラットに、今日も頑張っていきましょうとか、はい、本当に出てくれてありがとうございますとか、すごく気軽に声をかけてくださって、そしてスタッフさん一同も、はい、あのすごく優しくあの迎えてくださって、もう本当にあそこまで多幸感にあふれた現場は他にないなっていう感じですね、うん、印象があります、関根は。 モモクロ相手に潰したるみたいな気持ちがなかなか持てないぐらいのなんか潰したるっていうよりかは <laughs> 一緒にこの日をなんか成功させたい、うん、自分たちが少しでも力をこう、うん、なんだろう貸せるところがあったら、うん、もうどこでもいいからちっちゃなところでもいいから協力したいっていう気持ちでいっぱいいっぱいですねうんほ、うん本当に幸せですモモクロ歌合戦の現場はうん 最初の頃とかか意識してたた部分はあったんですか最初の頃もただただ緊張っていうのもそうなんですけど1回目と2回目が赤組のでトップバッターの方で出させてもらってたんですけどとにかくこのモーグル歌合戦の雰囲気だったりとかあの勢いを決めなきゃっていうところで結構そのまあ、あのー、なんだろう、うん あと残してあるってわけじゃないんですけども、い、うん、ったるでっていうメラメラっていうのは結構一気にガン上がっていきましたね。うん、戦ってましたね、うん。また詳しい人がコメントしますね。はい、この半原発イベントを蹴ってパンタさんをライブに行かせたアップは本当にすごいってこれ、僕が言いふらしてる話ですね。中野サンプラザでパンタさんとばったりやって、はい、ね。はい パンタさんがポソッと今日さあの反原発のさデモに誘わしたんだけどさこっち来ちゃったって言ってて <laughs> <laughs> それでアップが選ぶんだって思ったっていう <laughs> あ,ありがたいですねねえヤンでもばったりやったし夏のままで一緒に記念写真撮ったこともありましたよねはい、はい、ありいますありますそこからパンタさんは結構はい、はい、あのたくさんアップアップガールでかっこかりの現場に遊びに来ていただいております結構現場で会いましたもんねパンタさん <laughs> <laughs> はい、全然関係ない話していいですか。はい。あの、質問じゃなあの、コメントじゃなくて、僕が最近、はい、あのツイッターで見てて。はい。あの、相川翔さんが好きって書いてあったんですけど。はい。え、あ、あ、相川翔ファンなんですか。はい。すごく大好きでございます。昔から好きで、あの。 いつか結婚をするならああいうダンディーな方と結婚したいと思ってずっとテレビとか見てたのではいはいはい、はい、僕はあれですよあの相川翔さん結構懐に一時期飛び込んで <laughs> 僕相川翔さんと一緒にスナックで飲んだりとか <laughs> うわーいいですね <laughs> してますよこれも正確に言うとキュートとベリーズがコラボするっていうライブを 見ている最中に相川翔さんから呼び出しがかかって、はい、あの、名古屋のスナックで飲んでるから今から来てって言われて、泣く泣く途中でライブを <laughs> 諦めて相川翔さんに合流したことがありますよ <laughs>。いいなぁ。<laughs> 相川翔さんの釣り大会に参加して、これ、はい、あの、CS で流れてますよ。僕が相川翔さんと釣りしてんの <laughs>。 いやー2人で飲めるなんてもうそんな素敵なもうちここ隣にいたらもうメロメロになっちゃった一言も話さないと思います 2>, 2人だったわけでは結構いたんですけど、はい、その釣り大会の後の食事会とかでも、はい、すごいメンバーでしたよなんか相川翔さんと 1>、はいあのー、k 1の武蔵さんの弟さんとそんな感じでなんかすごいメンバーになぜか僕が混ざって <laughs> なぜ僕はここにいるんだろうと思いながら。<laughs> はい うわ羨ましい。記憶。ふわいいな。<laughs> というただの自慢でした。すみません。<laughs> <laughs> ありがとうございます。見ていただいてて。はい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 。はい、ちゃんとしたやつですね。関根さんがこれからアポカでやりたいことありますかアでやっぱり武道館にまた立ちたいです。うん、で、今度は満員にしたいです。うん もうその思いでいっぱいででっぱす今はやっぱりそのあの今このコロナ禍の状況の中でライブをするっていう一個一個のライブをするっていうことがやっぱり条件的に難しいこととかたくさんあると思うんですけれどもでもやっぱりアップが史上最多の人数になったしフレッシュなこうパワフル溢れるメンバーががっとこんな何人も来たのでもう一度武道館に立ってで今度は満員という夢を叶えたいなっていう野心はありますね。 ね、なんだろうねその現実的に考えたらね、それこそ、ね、山田さんの事務所のフェスみたいにしたらやれないこともないんじゃないかとか考えたりもしますけど、やっぱ単独でやりたいわけですよね。はい、いやりいたい単独で立ちたいです。はいはいはい。はい、なるほど。はい、言いづらいとは思うんですけど。また記憶を失いますよ、山田さん <laughs>。まあ、人生何回かするときもありますよ。 い、えー、言いづらいと思いますが、今、他で意識しているアイドルを教えてください。他で意識しているアイドルですか今、意識をしているアイドル、でも常にこう気にかけて見ているのは、えっと、シュカシュンとフィロノスですかね、あとプレディアも見ております。うううん、うん、うん うん、やっぱり、えー、そのスタイルライブスタイルとか派手なセットを使わずとも、うん、そのフラットなところで、うん、こう自分たちのパフォーマンスで見せる、うん、でそこでいろんなお客さんをたくさんの人を魅了しているっていうところで,、うん、でそれでさらにはずっとずっとそのいろんな人にこう注目されている、うん、愛されているところで。 どうしたら自分たちもああなれるのかなっていうところで、まあ、常に研究っていうところで見てるのはその3グループですかね。フィロノスはちょっと意外ですね。うん、ああ、ですねですね。うん、他は、ね、でもも多少ちょっと色が何、はい、かね、共通点感じたりもするけれどもっていう。はい、はい。あの、フィ、うん、ロノスのはるちゃん。はいはい。 結構そのまあ楽屋とかでこう、まあ、最初はメイクとかの話が始まったんですけど、うん、まあそこから会話することが増えていって、うん、っそこでハルちゃんのステージとか見て、めちゃくちゃ歌が上手くって、うん、でそれでその歌だったりとかそのパワフルさでお客さんの心をどんどん,どん,どん持っていく姿を見て,て、めちゃくちゃかっこいいなと思って、そこで注目するようになりましたね。やっぱその歌のうまさとか重要な気はしますね。ですね。<laughs> 関根さんの中では。うん、はい スキル重視というか、うん、はいはい、ゴーさんは憧れだったガキさんと一緒に映画に出るんですよ。おお<ー>。新垣さん好きなんですよね、はい。大好きです。かっこいいですね。おお。なんか何がに、ね、僕ツンクさんのオンラインサロンで新垣さんと2回ぐらい一緒にやってますよ、はい、ズームで。おお<ー>。<laughs> ゲスト出演 <laughs> すごいさっきから私の好きな人とたくさんごん、うん、<laughs> 意外と仕事をしてるっていう <laughs> でそう突然にガキさんと絡むことになってフォローというかね、うん、本当にね、はい、最初のモニが入った頃はねも,うものすごいの、うん、ひどい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 ファンがいてみたいなねあの余計な、うん、余計な記憶をよ <laughs> みがえらせるような話をついしてしまったりとか <laughs> してたんですけどは、うんうん、はい、はいでもガキさんと僕 同じ映画なんですけどあの、はい、出番は全然一緒じゃなかったんで撮影日も別だったんですよね。合戦泣きそううになっっちゃったありがとうございますでもそ,です、ね、それこそねそと同じ時代で戦ってたグループがどんどんいなくなったりもしている中で「桃色歌合戦」とかだとやっぱねそういう同世代というかね同じ時代に戦ってた人たちと会えるのも大きい気がしますよね。 はい、そうですね。夢グループとかどうでした? <laughs>。夢グループ。あの、桃色歌合戦にね、夢グループが初参戦っていうね。はい。<laughs> ね、チェックしてるわけないですね。<laughs> 夢。夢グループって、えっとですね。演歌の大御所とかが、はい、あの、しょっちゅう中野サンプラザとかでビッグイベントやってるんですけど。あ<ー>その人たちですね。はい ちょうどあの帰るときにすれ違いました。なるほど、うん。めちゃくちゃあのオーラで圧倒されて、うん、アップが全員きっとこの壁にすっと自然と、うん、<laughs> あのプが。ベテランがいっぱい来たっていう <laughs>、はい。吸い寄せられましたね。うん、<laughs> あの何も別にこのなんか「ドケドケ!」とかってすうわけじゃないんですけども、うん、オーラでフンって押されました、うん、自分たち <laughs>、はいはい。エッグが大勢集まった打ち上げの話をお願いします。 エクバを集まった打ち上げのお話、それいつも。武道館かななでしょうか。ああ、武道館、うん、の時のですかね。うん、私たちの武道館の時の。ですかね。っていうことですよね。かなり集まってましたね、あの時ね。もう一期メンバーほぼほぼ,ほぼですね。うん、うん。と、あと、その当時ずっとこう支えてくれていたマネージャーさんとかも来ていただいて。うん そうですね。とにかくその時の打ち上げはもうおめでとうっていうところと頑張ってねっていうところでみんながすごく祝福してくれて背中をまたさらに押してくれてうれしかったですね、うん。エッグの絆とかっていうのはやっぱ感じたりするんですかエッグの絆、そうですね。それでも常に感じてますね。ハルプエックはなんかこう、うん 常に仲がいいなっていうのは思いました。うん、常に何かどっかしっかで連絡が取り合っていて、うん、常に何かこの子はこういう状況になっているよとか今この子はこういう仕事をしているよとか、うん、本当にいろんな方面から来るのであ常にハロープレイクトつながってるなっていうのは今もありますね。活動の場所とかはバラバラになってるけどなんとなくそういうつながりは残ってて。はいはい。うんはい <laughs> なんだろうこれ <laughs> 朝日さんとももクロちゃんがバックで踊ってるのはやばかった <laughs>、うん、あれは本当にありがたかったですアイドルメドレーのラストがアッパーカットなのは熱かったなはいうん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 ういかしょうと矢沢一のアクションの話好き詳しいですね これ僕が言いふらしてるやつですね。<laughs> <laughs> 相川さんが矢沢駅ちゃんのファンで、はい、あの、初めて飲み屋でばったりやったときに、うん、なんとなく握手したら、お互いに手を引くに引けなくて、はい、<laughs> 握手したまま20分、30分と経ったっていう <laughs>。<laughs> <laughs> この状態がずっと続いたっていう話が <laughs>。本当ですか <laughs> と 僕、相川さんから聞いたのかな可愛 <laughs> かわいい。最高と思って言いふらしてたんですけどね。かわいい。<laughs> 僕、なぜか相川翔さんの結婚式の引,引き出物まで持ってて <laughs> 僕、それをテレビで紹介したことがあって、そうしたら、そこの時きのゲスゲス相川さんがいたのがそう、それで出したら、相川さんの奥さんが、見せてって言って、なん <laughs> でこんなの持ってんのって感じで、ちょっと気に入ってもらえて。 なんかいろんなのに呼んでもらえるようになったっていう。ふなんかいろいろですね。うん、<laughs> そう、か何か持っとけば本当にちゃんとつながるっていう感じがしました。うんうん、はい、うんうんうんと。イベントでツヌクさんから手紙をもらった時の感想を改めて教えてください。あの時はもうただ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 嬉しかった。どのタイミングですかね。<だ>うん。 あどのタイミングタイミングはちょっと詳しいことは覚えていないんですけれども、うん、本当にサプライズで、うん、その確かあの囲み取材中のと、うん、あに、スタッフさんがこうスッとあの、ある人からメッセージを預かってきましたっていうところで、うん、じゃあ代表して戦国読んでくださいだったかな、確か。うん、多分そこでで読んで つんグさんが初めてそこでメッセージを送ってくれたっていうのをすごい知ったんですけど、うん、まだこのなんだろうハラプロっていうところから離れた私たちのことを見てくれてるんだっていうでその見てくれてそこで意見をくださったっていうところがすごく嬉しかったですね、うんうん、だからあれはなんだろう本当にみんな全員ポロポロで号泣してたんですけどただただ 嬉しいっていう感動の涙でしたね。うんうん、やっぱり首、うん、にはなってたとは言えども、うん、悔しさはありつつもやっぱり自分たちが育った場所なので,、うん、でツンクさんはほぼほぼ育ての親だったので、うん、そして、まあ、ツンクさんが首にしたわけでもないでしょうからね。はい。<laughs> <laughs> うん、ですです。すごい嬉しかったですよね。本当、ハロメンは皆さんツンクさんへは なんだろうかなり特殊な感情を抱いているというかあの愛がありますよね、すごく。そうですね,そうですねやっぱりステージに立つ上でいろいろ一つ一つ小さなことから全部教えてくれているのがつんくさんだったので、うん、すごくそこに対しての恩だったりとか感謝というのはめちゃくちゃゃくありますね、うんうん、そこに立てているのは本当につんくさんのおかげですね。うんうん アポカから見て峰明社長ってどんな感じですか優しささ優優ししいつもこう何かきっかけがあればこう見に来てくださるし言葉をかけてくださるし、うん、本当にありがとうございますっていうところですね。 ティーパレントとしてね、出会い、拾っていただきありがとうございましたていうところですね。一時期はずっと僕と皆木社長が司会しながらね、絡んでた時代がありましたけど、社債で <laughs>。はい。けど、はい、対談した前村千秋さんの印象を聞きたいです。面白い うだなっていうのがすごく印象ででも、うん、あのすごくライブを楽しんでやる方なんですね前村さんって。うん、だからそれがすごく自分たちもなんかそのライブをその時その場の空気とかいろいろに合わせて楽しむというところでなんか通ずるものがあって、うんうん、だからそれあの通満した以降も前村さんとお会いする時があればこう、うん、なんか。 あのステージ裏とかでも、あの元気でしたかとか、今こんな感じだよとか、いろいろちょくちょくお話しできる関係にはなれたんですけれども、うん、本当にあのステージを心の底から楽しんで、お客さんと心を通わしている人だなっていう印象ですね、うんうん。まあ、その通りですね。うん、はい、うん、昔の話とビス i s とか色の違うグループとの対談はどうでしたかあー 昔のあその対バンアンギャーしてた時ですよね。その時は、一回一回がもうやっぱ相手も違ったので、戦えた方もやっぱ一つ一つで違ったので、もう毎回毎回が自分たちのライブスタイルとはっていうところですごく真剣に向き合った時期でしたね。うん、めちゃくちゃ大変でした。でも楽しかったですね。うん、ライブで戦うっていうところですごくいろんな武器を増やしてくれた時期だったので。 やっぱり体力面とかきつくてそのあ、まあ、ライブが終わって、うん、あの楽屋に入った瞬間一緒に倒れ込む子だったりとか過、うん、呼吸で息ができないっていうこと,とかもたくさんいたんですけど<ー>そういう経験もたくさんあったんですけど、うん、でもやっぱり自分たちのライブパフォーマンスだったりとかライブスキルとかがどんどん増えていくっていうそこに対してはすごく充実感はありましたね。うん、うんうん えアプガって過呼吸とかっていうのはどんな、どれ、なんかなったりはしてたんですかしました、しました。私、やっぱりせき寝は特に気管支系のここの呼吸器が弱いので、うん、そもそもアプガのライブをこのライブハウスでやって、うん、で続けてっていうところですごく息がめちゃくちゃ苦しくなっちゃったりっていうのもあったし、それ、うん、こそスケジュールとかにも追いつけなくって、寝れなくって、寝不足でっていうところでく、 呼吸とかいいいろいろ出ちゃう子もいました全でもあのやっぱりそれは本当に体ができていない時でしたねよかったのは。あ<ー>後々やっぱりジムとかそういろんなところで鍛え出して、うん、自分たちの体が出来上がってきたら自然とそういうのはなくなっていきましたね。うん、過呼吸意外とそうやって克服できるものなんですね。そうですね。あとやっぱりなんだろうその最初はやっぱり自分たちに自信がなかったので。うん うん、そのライブスタイルとかもそうだし自分自身にも、うん、っていうところでだん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 会を重ねることによって自分たちのライブスタイルとかもそうだし、うん、自分にも自信がこう持てるようになっていってそういったところで多分気持ちの余裕も多分出てきて少なくなっていったんじゃないかなと思いますそういうことも、うん、これ多分前も言いましたけど僕が今までトークイベントで一番過酷だったのが夏の魔物の何年目か忘れたけど あのエアコンも何もないあのレストランというかあの食堂での,あの窓とかも上映会とかあるから黒,黒いかぶあの紙で窓閉めてる上に黒い紙貼っちゃって完全にサウナになってて多分中40度ぐらいあるでしょこれっていうほ、はい、他の人のライブ見に行っても一曲と見てられないぐらいの暑さでステージ上は一応扇風機回してもらってそれでギリ。 ギリ耐えられるぐらいの地獄のような暑さの、はい、あそこでアップガがいつものライブやってるの見たときに、こいつらやばいと思ったんですよね。本当に、ああいう時はもうなんかランナーズハイじゃないんですけど、うん、もうなんか、 何でしょうかね、そういう過酷な時こそ追い込まれてる状況の時こそ楽しいってなっちゃうんですよね、うん、自分たちがただ立って見てるだけで地獄なのに、なんでライブできんのと思って、<laughs> 座って読者やるだけでも辛いんですよ、<laughs> <laughs> <laughs> 歌って踊るなんてありえないレベルの。<laughs> <laughs> いやその時自分たちやってて、苦しいはなかったですね、暑、うん、いなっていうあれはあったんですけど、うん、苦しいっていうよりかは、まあ、楽しいなっていう思いでしたね、うん、あの時は。うん で終わった直後に聞いてもこれよりきついのは前にあったんで大丈夫っすみたいに言ってて、はい、<laughs> 狂ってるって思ったってう <laughs> <laughs> そうでもだからねそういうことさっきのだ、はい、機関士とかやばい人がよくされそれやれたなっていうやっぱけい,いろいろ経験して強くなった,ったと思います、うん、自分なれれば意外となんとかなるもんなのかっていうはい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  武道館の打ち上げで美奈木社長大はしゃぎエッグがあって <laughs> <laughs> <laughs>、うん、はい真野、ま、ちゃんと交流ありますか今ですかっていうことじゃないですか今はあまり交流は持ててないですね、うん、はいエッグの同窓会ライブとか見てみたい気もしますがやってみたいと思ったりしますかお 確かにそういう意見もたくさん今も届いていますけど、確かに機会があったらやってみたいなっていう思いはあります。ハロプラロイクトの時とは違う方向で、今戦ってそして違う武器をこう手に入れて、それで戦っているみんなが集まった時は、果たたしてまたその新人公演みたいなことをやった時に <laughs>、どういうライブが出来上がるのかなっていう楽しみは確かに一つあります。<laughs> うん マノちゃん呼ばれてなかったけど SNS で知って大急ぎで合流した話好きですっていう <laughs> <laughs>、うん。エッグ自体は全員的と思ってたマロ。<laughs> うん。うん、多分、でもそれは全員だと思います。<ー>うん、関根さんもそれぐらいの、はい。うん。味方ではありつつも、うん、ハラロエッグっていうメンバーではありつつも、でもやっぱりお互いが全員的ではあったので。うん 誰がどこで目立てるかっていうところでずっと戦ってはいましたね全員 <laughs> アイカショーマウントが通用する人は貴重確かにそうですね <laughs> アイドルでは初かもしれない <laughs> え、そうなんですか <laughs> うん、こんなにアイカーショーで羨ましながってくれた人は初ですねもっと自慢しましょうかめちゃくちゃ羨ましいですよ、うん、人生であの絶対一度は会いたいですもん私が、うん、そうです私の人生が終わるまでに絶対会いたいです 僕の自慢ポイントもう一個言いきますよじゃあ僕相川翔さんの本作らないかって話が来たことがあってしかもそれただの相川翔さんの本じゃなくて相川翔さんと玉置浩二の対談集を作ってほしいって言われてどっちも好きなわけですよこっちは。えっってねであの二人が親友なんですよね。そう でしかもその2人の時間が取れるのは正月しかなくて 2>,、はい、2人ともハワイに行くからハワイで2人の対談をやってくれって言われてうわぜいた僕パスポートもないんですよでも、はいはい、初めての海外がそれなら最高だなと思ってものすごい悩んで、はいはい、<laughs> それだったら行ってもいいかなとか思ってたらちょうどその時期に2人が喧嘩しちゃって企画なくなったって言われて <laughs> あその後和解したそうですねいまたね、はい アイいワショウさんのお話をずっと聞けるなんて、何かしらな形で責任もそこに行きたいですね。<laughs> <laughs> なんとかね、でもなんか、これよく言うんですけど、好きアピールしてたら意外と何かでつながったりすることって本当にすごいよくあって。はい、ですよね。うん、でも本当に私、あの、なんだろう、憧れっていうか、本当に好きなんですよ、よイ川ワさんのことが。はいはい。 だから本当に好きな相手を目の前にしたときって、うん、もう結構しゃべれないしタジタジになっちゃうし、うん、だったらあの遠くから見つめていたいというタイプなんですね、<laughs> だから、うん、人生に一度会いたいけれども、うん、遠巻きでいいんだ。そうです、遠巻きでいいんです。近すぎると。理想は僕が参加した釣り大会に出るぐらいでいいんじゃないですか、本当に。大勢いるな、何人か横ぐらいで釣りしてるぐらいの感じって。 そう釣りしてみんなでゴミ拾って飯食って解散っていう感じのね、はいはい、ぜひ、はい、なんか機会があれば多分好き好きっ言ってたら呼ばれる可能性もありますよ、うんうね、それがそれがバレた時恥ずかしいんですけどでも知ってほしいですよね、うん、そうです頑張ります関根さんだから仕方ないけど何も覚えてないんだってそんなこともないですよね意外と覚えてますよ <laughs> はい、ポッシボーがデビューした時の気持ちはどうだったんですかポッシボーがデビューしたときはあの、ポッシーがそもそもあのハロトライクって、あの練習チームが3つかなに分かれてたんですよ。うんうん、で、その練習チームでポッシーのメンバーとは被っていなくって、そもそもポッシーができたっていうことも知らなかったし。へー ちなみにかそのポ,シザポシボっていうところが、うん、ハロプレイクのメンバーで組まれてて、そういう卒業してやっていくっていうのも、うん、ほぼほぼあのグループも被らなかったりそも,そも年齢もすごく幼かったので、全然、うん、理解していなくって。うん、だからその時の,そのポッシボができた時の気持ちって言えば、知らないお姉さんたちがデビューをしている、うん、あれ、あ<ー>歌っている、いいなっていう気持ちでしたね。スマイレージとかよりは <laughs> そんなに何だろう複雑な感情もなかったっていうか全然なかったですねうんめちゃくちゃ幼かったのでう、うん、もうそもそも感覚も幼かったのであのジェラシーというか複雑な感情は何だろう真野、ま、ちゃんとかの方があったりしたんですかいや真野、ま、ちゃんの時も正直なかったですね、えー、頑張ったねっていうところで、うん、<laughs> そんな感じ <laughs> <laughs> はいうん 逆にその年齢が近い、大事とかの方が悔しさはありましたね。うん、はいはいはい。うん、なるほどなるほど、うん。一番きつかったライブって何ですかアプガ市場ですよね。うん、一番きつかったのは、うん、でもやっぱりいろいろ考えてみると、陸のことですかねお<う>自分は。 僕、うん、のことでこう、まあ、一つ一つこう自分たちで、まあ、ステージを,スージを作りステージっていうか、まあ、あのステージになるであろうところを <laughs> 掃除して <laughs>、うん、でファンの人が泊まるテントも立てもライブもステージも自分たちで作って、うん、ドロンコになりながらっていうところで。うんうん まあ、いろいろそのステージを作るっていうところでいろんな人がやっていることを知れた瞬間ではあったので、うんうん、あいつもスタッフさんはこういうことをやっているんだなありがたいなっていうところで知れた時間ではあったので、うん、あのすごく勉強にもなったしいい時間だったらはいい時間だったんですけど大変でしたね。過酷たね何がきつかったんですか、うん、あの何よりも関根は虫と共 損するっていうのがすごく苦手な人間なので、うんえー、そもそもテントの中で虫が入ってくるっていう状況がすごく嫌だったのではい、はい、だったらあの富士山とか登って、うん、その宿,宿舎があるところで寝れるっていう方がまだ責任的にありがたかったですね、うん、富士山ぐらいの高さだったらそんなに虫もいないわけですかねいないですねうんはいなるほど うん、陸の孤島は地獄 <laughs>、はい、シャワー浴びるところも雲がずっとうろちょろうろちょろしていたりとかはいはい過酷、うん、でしたね関根にとっては <laughs> でもまあ肉体的な過酷じゃなくてそういうメンタルやられた的な過酷なわけですねはいなるほどなるほどはい吉歌が粒数えてるの見てどう思いましたももともとハルプロイックから <laughs> ああいう方なので普通の人が目につけないようなことを楽しいと思ってやってるタイプなので、うんうん、また変なことをやっているなっていう思いでしたねまあもともと変わった人だったのがその変わった人部分でやっとこう、はい、なんだろう脚光を浴びることができたというか <laughs>。<laughs> <laughs> って感じでしたよね。<laughs> ですね。なんか昔からそのハラプライクのの時もあ スタジオに近い駅からこう、うん、一緒に歩いてたりとかはしてたので、うん、でそしてその道中で、このセミの抜け殻とかあったら、それを見せ、うん、取って見せつけてきたりとか、それを集めて歩いてたりとかてて、うん、それはあのー、関根さんが虫が嫌いだっていう全体でやってるわけですかいや、多分そこまでは知らなかったと思います。多分キッカは、うん、ただ虫、そのセミの抜け殻があった、嬉しいって思いで見て、うん、っていうところでやって、うん、でそれが多分 好きだったんですよね集めて歩いてたりとかそういうのを結構過去から見ていたので、うん、まあ聞からしいなまた聞からしいこと変なことをやってるなって見てましたねそれがバズってたので<う>本当世の中何がバズるか本当に分からないなと思いましたね <laughs> はい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 個人的にちょっと聞きたいのがあの、はい、最近のあやちょとかをどう見てるのかなっていう 最近の綾んはそうですね、なんかこういろいろなことでいろんな方面でその自分の思うことだったりとか自分の意見をこうまあそう文章でもそうですしそう対談しているときもそうですしというところでなんかこう和田綾っていうところで意見をすごく芯を持って述べているところを見るとめちゃくちゃかっこいいなっていう印象がありますね。あのー アイドルの可能性を広げてる感はすごい感じてますね。ラジオで何度か一緒になった杉作さんの印象を。そうですねとにかく古川小夏と並ぶぐらいめちゃくちゃ元気魂の塊の方だなという印象があります。う,んはいはいう はい、声のボリュームもめちゃくちゃこなちゃんと並ぶくらいでかいので,で<す> <laughs> 最初にあったのはあの対談ですよね多分ね僕も呼ばれたあの対談シリーズはい、うん、ですよねはい、うん、でなぜか意外と接点ができていくという <laughs> はい <laughs>、はい、<laughs> おっハハハハえっと おう私の足元で淳之介さんは酔いつぶれておりました。おう。これはあれですかね。魔物の時ですね。山田さんのコメント。そ <laughs> う。あ、そうです。のはい。最初の夏の魔物です。はいはいはい。前村さんと出会えたのは台場でやった夏の魔物でした。そうでしたね。いやいやはいはいはい。うん。戦国さんの思い出何か みーコの思い出はあの、よくいろんなものをカバンにぶちまけていたなっていうの,のんかまあ飲み物もそうなんですけど、うん、食べ物もそうだし、よくぶちまけちゃうんですね。っていう、うん、なんかその本当天然があるなっていうところと、うん、でもなんかこう、そのも,うもう一つ一番の思い出を挙げるとしたら、うん、そのなんだろう、みーコって結構ほわほわはしてるんですけど、うん なんだろうあの自分の考えとかそういうシーンはすごくずっしりとこう持っている子で,、うん、でそういったところでなんかこうアフガーでやっていく上であのそのど,うせどうこれから自分がアピールすればいいんだろうとか、うん、ライブでそういう。 1つ悩みができたらどうすればいいんだろうという時に何か電車でふといつも気軽に話してたのはみーコだったので, <laughs> でそこでみーコもすごく真剣に「ここはこうした方がいいよね」とか「うん、確かにここは今こういう部分が設計にあるからもうちょっとこういうところをよくしたらそれが伸びるんじゃないのかな」とか、うん、いろいろこう気軽に相談には乗ってくれてた。 なんですごく頼りになるお姉ちゃんではありましたね。抜け,る、うん、抜けてるところはたくさんあるんですけれども、抜けてますよねでも、はい、それ以上にこうその支えてくれる部分だったりとか、優しさをこう分けてくれてたので、そういう印象は、うん、そういう思い出はあります。全国産で僕、印象的なのが、僕がインタビューしたときに、撮影用の小道具で、なんか会社に転がってた、はい。はい いいらない刀持ってったんですよねおもちゃのはい、はい、本当にせいもしないような本当に安っぽいやつ、はい、ものすごい喜ばれてぴょんぴょん飛び跳ねながら刀振り回し始めて「何 <laughs>、はい、<laughs> でこんなのでこんな喜んでくれるんだ差し上げますよ」っつったらすごい喜ばれてでその後はなんかアップガンの本見たらあの枕元に刀を置くためのなんかね 台みたいなも買っててすごくいい刀のと並んで,、はいでね、僕のなんか千円ぐらいの安い刀も置いてあってうわすげえ <laughs> と思ったんですよ <laughs> こんなものを大事に取っといてくれてるっていう,うあの子は本当に武士が好きですねですねどっか遠征行ってもお土産屋さん行けばなんかその刀の形の傘だったりとか <laughs> はい、はい、木刀だったりとか買ってましたねよく刀の傘ね一時期ちょっとね、はい 流行って、僕も買いましたよ。はい、ところが、恥ずかしくて <laughs> なかなか外に何か持っていけないってことに気づいて。<laughs> 全然使ってないですけど <laughs>。みっこが確かに使ってるところは見たことないですね。相川さんはタイガーマスクも大好きそうですよ。うん、はい。はい モリティは誘われたんだよねって、ポッシボーですか、これ。うん。ちょっとそこら辺は、わからないです。うん、ごめんなさい、うん。バックダンサーやってた時、悔しくなかったんだ。とかポッシのバックダンサーですか。まあ、いろんなグループのバックダンサーやる時の感情っていうのは、どんな感じなんですか。うん、多分バックダンサー。 だったのは多分まのちゃんのバックダンサーをやってたのが多分一番多かったんですけどうん、うん、なんだその時の感情としてはうんなんだろう悔しいというよりかは、うん、同じこう戦友がこう今ソロで頑張っているところを支えたい。 っっていう気持ちの方が強かったですね<う>でそれでやっぱりそのソロ1人で戦うっていうところで、うん、やっぱりま野ちゃんがいろいろ悩んだりとか、うん、やっぱり涙してる部分とかって、うん、いうところで、まあ、一緒にツアーとかも回ってたので、うん、まあそういったところで目の当たりにする瞬間っていうのはすごく多かったので、うん、なんか悔しいとかそういう思いっていうよりかは、うん、あ自分もなんか。 支えてあげたいなとか協力できることがあれば頑張りたいなって、うん、一緒にこのまのちゃんの,あのソロそしてステージをあの盛り上げたい完成させたいなっていう思いのが強かったですねまのちゃんは本当にね曲も素晴らしかったんですけどやっぱりあの時代はやっぱソロアイドルがそんなに恵まれてない時期で、うん、もっと評価されるべきなのにみたいな思いはすごいありましたねこっちもね、うんうん。もったいないっていう。うん 虫がダメなら相川翔さんと一緒に入れないんじゃっていうね。 カブトムシとかですもんね。そうですよ。いや、そうなんですよ。でも、あの、そうですね。ちょっとそこら辺はあれなんです。でも、カブトムシ自体は、あの、まあ、田舎、まあ、長野の方なので。田舎あるあるかもしれないですけれども、まあ、お兄ちゃんとかがよく昆虫から育ててたりとか。幼虫からね。はい。あったので、ちょっとカブトムシとかに対しては、まだ耐性はあります。まだね、触りやすい虫ですもんね。はい。かわいいですね。 うん、愛せる角とか持ちやすいし、はい、裏は気持ち悪いけど、うんはい、見ちゃだめですね裏返しちゃだめですはいはいはい、はい、アップガワ解明しないのとか言われてますけどしないですよねしないですね、うん、自分たちのグループ名なので、うん、はいウフフの変なアイドル部分をもっと世間に知ってほしい <laughs> <laughs> アップが待出るはずの杉崎さんの映画どうなるのか、そうか出ることになってたんでしたっけ？そうですね、そういう予定ではございましたね。でもそこら辺の細かい行きさつはこちらは聞いてないです、うん。でしょうね、そりゃそうだ。はい。ピ <laughs> ッカのセクハラはどう見てましたか？ピ <laughs> ッカのセクハラ、ああミーコに対するやつですか？うんあの。愛情表現が独特だなと思って見てました。<laughs> <laughs> <laughs> はい。 年中はね、残念すぎてリーダー解任された千国さん。今、ツーマンしたいところありますか今、ツーマンしたいところはやっぱり出荷春とかですかね。個人的には二丁掛けとやってほしいですってね。うん、ああ、二丁掛けも確かにやりたいですね。今、うん、あのミッキー本物ともあのずっと。まあ 道がけもやっぱりこう卒業だったりとか、加入とか、やっぱ繰り返して,て、そう,ね、そういったところでずっと連絡が取り合っていて、うん、今お互いこういう状況だよとか、うん、今日こういうライバルあるから見てねっていうところでいろいろやりとりしてて、うん、で、今お互いやっと新しい形が整いだして、そして始まったので、うん、これを機にまたお互い10周年だし、やりたいねっていうところで話はしています、うん、LINE で。うん、連絡やりとりしています。うん、確かにやりたいですね。うんうん うん、確かにね、あのー、ずっとツーマンでね、戦い続けてきたグループだから、またそこに戻るのもいいですよね。はい。はい、うん。一から新しいメンバーで、また戦いを始めるっていう。うん。うん。やン,ンでのさんまさんの印象を教えてください。<laughs> あのすごく無ちゃめりが多くて緊張しましたね。うん、ねなんかめちゃめりがすごいなーっていう印象でしたね。うん、でもあの、すごく話の,この展開とか、一つのことに対して話題を広げるっていうことが早いし、うんうん、その話の内容とか引き出しもめちゃくちゃ多くて、うん、もうただただ立ち立てついていくのに精一杯でしたね、初めて出たときは。うん、いやでもいや、本当にすごいことやってると思いますよ。あの年代のねえ、 本当にあの世代の大ベテランがいまだに、ね、全然知識もないままに、ね、ああの本当に10代のアイドルとラジオを続けるってありえないですからね、はいうん、<laughs> そんなことやってる芸人さんいないですよ、うん、<laughs> ものすごい過酷なことをやり続けているどんどん話の接点もなくなっていく中 <laughs> やり続けるっていう <laughs> すごいなと思って聞いてますよ、うんうん

おーありがとうございます、うんはい。新体制で新曲を増やしたいか、既存曲のデパートリーを増やしたいか、どちらでしょうかどちらもですね。うん。それはどちらもです。映画あ、映画あの頃、見ますか映画、あの頃。えっと、モータの映画です。剣さんの。おー すみませんチェックできてなかったので、はい、これからチェックします。す僕はもう見ました。あ,あ、うん、どうでしたか？あのオタの再現が尋常じゃないですね。うん、うん、あのほぼ知ってるオタなのでそのオタの再現度がとんでもないレベルです。プラス作中と関係ない実在のオタの再現度も。 とんでもないです <laughs>。へえー、面白そう。それをそ知ってるオタがゴロゴロと。ね、見覚えのあるオタがっていうそれ見る人の角度によって見方変わるの面白そうですね大阪にこのオタいるわけねえだろうみたいのがいっぱいありましたよ <laughs>。<laughs> そうなんですよマノ、うんま、ちゃんと初期の結果は時代が悪かったと思ってる。なるほどね。うん。 気持ちは分かりますねソロ。ソロには難しい時代だったっていうね。関根はリーダーに正式になったのなったと思います。なったと思いますな感じなんですね。<laughs> でもなってますね。ですね確実に。はい。いろんなことをこう自分が新メンバーに教える立場になったし、うん、引っ張る立場になりましたので。 色も色も分かりやすく赤になりました、ね、センターカラーに、はい、僕よく言うんですけどすアイドルグループって本当センターによってグループの空気ってできると思っててああ<ー>、うん、はいはいはいやっぱ初期初期アップがやっぱりね戦国さん時代やっぱり戦国さん的なホワホワした感じがやっぱりあったしとかうん、うん、やっぱなんとなくそのリーダーの空気感が出るものなのでうん、うん、多分関根職になるんだと思いますよ なると思す。楽しみですね。関根さんはまだ長野から通っているのですかそうですね。はい。ちょっとそこら辺のことはどうではい。前にはい。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 はにはい。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 はにはい。はい。はい。はしはい。い。はい。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 はい。はい。い。 アイドルとしてまた戦うのかと思ったら、うん、その姿勢がかっこいいなと思いましたただねちょっとね、はい、あのいろいろといろいろとつらかったのがねツイッターのアカウントはなくなりみたいなね、うん、ああ<ー>ありますね過酷そうだなみたいな関根さんとこはそんなに SNS とかでの悩みとかなさそうですよねそうですねでも、うん、ああ エゴさんもやめましたね。やめた。はい、うん。でもそんなに別に叩かれるタイプではないじゃないですか、でも。ああ、でもなんだろう、やっぱり SNS とかそういうところって、うん、やっぱりこう自分の思ったこの気持ちっていうのをこうポン、書いて、ポンと軽くこう送信できて、誰でも見れる状況だし、本当にどういう感情でも,も、ポン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 。 こう投げかけられるというところで、うん、まあ前はどう見られているんだろうというところをたくさん見てたんですけど、うんうん、やっぱり前もいい意見もあればやっぱ悪い意見もあったとっいうところで、うん、だん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 それがしんどくなりまして、英語さえやめましたね。ま、うんうん、まあいいいと思いますよ、はい、本当に 耐えられない人は見るべきではないと思ってます。本当。ですね、<laughs> それでつま、辛い思いをするならっていう。はい。はい、本当よく言うんですよ。僕それこそ。ね、講談社のミスアイディってオーディションの審査員とか言ってるんですけど。はい、その応募者がみんな、あの、二ちゃん見てや、やむんですよ。もう見るなって言うんですよ、はい、本当に。はい。入られる人しか見ちゃダメっていう。うん、それ、それで心乱される。乱され、乱されたら、向こうの思う壺なだけだから。 うん、あのー、よっぽどの覚悟があってそういうのまで知りたいんだったら分かるけど受け止められないんだったら離れてっていう思いますねそうなんですよね、うん、本当に弱いとそれが全ての意見だと思って全部受けちゃうので当然そんなわけもないわけでうんはいねはいいいと思いますよでエゴサーしてた時期っていうのははい 知ってた時期でもやっぱりうわっと思うことは多々あった感じなんですかありましたありました。なるほどな、はいうん。はい。<laughs> いないと思いますが、これは負けたと思った対談相手はいますかこれは負けた。でもやっぱりねぎっこさんの時が一番。<laughs> 感じました、ね、<う>それはへ<ー>あのファンの人もライブ自体の空気感も、うん、自分たちが自分たちの空気にできなくって、うん、で最後にぎっこさんが出てきたら、うん、一気にその自分たちのファンの人もそうですけど、うん、持ってかれていたので。うんうん 多幸感とかそういう右っ子さんの空気を、はいね、ライブに持ってかれていたので <laughs>、うんうん、そこは自分たち一番悔しいって思いいましたねいつもみたいにガツガツいけてればてれそれなりに爪痕残せるのに、うん、あれっていうす、うん、<laughs> かされたことが大きかったんですね。はいうん、<laughs> 関根さんん変わっったたよねななかすごくく優し <laughs> 丸くなったんですかね。前はちょっと違ったんですか。もうん、ちょっと。怖い部分があったりしたんですか。<laughs> 若さ特有の尖りとかあったんでしょうかね。多分尖ってたんですか。小悪魔が悪魔だった時代とかあったんですか。<laughs> いや、多分反抗期とかそういう時期だったと思います <laughs> <laughs>。そうですね。反抗期とかそういう部分が多分表に出てた時期だと思いますね。うん、出してたんですか。 出ちゃうんです。制御ができなかったんです。身のなで。<laughs> 思春期。しょうがないですよね。小学生から活動してたら、それはそういうね、はい、心の乱れる時期も活動してるわけだから、はい、自然と、はい。はい、そうなんですよ。うん、でも最近はなんかこういろんなことを経験して、うん、いろんなことを受け入れてきて、うん、なんかもうあのそうですね、前に比べてだいぶ丸くなったと思います。そ自分でも感じます、ね、いつぐらいだったんですか？<laughs> 結構長かったと思います。小学校、えー、後半から中学校、それこそ高校の手前までは全然反抗期でしたね。そうか、そのぐらいの時期なんですね。じゃあ、アップが始めたぐらいで予約落ち着いたぐらいの感じ。はい、いや、アップが始まっても全然落ち着いてなかったですね。えーはい、で本当にアップがに入って落ち着いたのでって。うん <laughs> ここ最近なんじゃないですかね。さて、反抗期ってやったら、別に山田さんに反抗するレベルなんですか？それっていや多分いろんなファンの人に対しても、そのファンの人の発言とか、何かこう色々会話中の中で許せなかった部分だったりとか。あとえなんでそう思うのとか分かってよっていうところの。なんか反抗心だったりとか、そういうところが出ちゃうっていう。多分出ちゃってたんだと思います。はい。 全然いいと思いますよ。うん、出していい <laughs> <laughs>、うんえ。別にそこで問題起きてないわけですよね。起こ,こしてない<笑><笑>出過ぎたとかは別になく <laughs>。ないです、ないです、ないです。<laughs> はあみたいな。<laughs> はいはい。<laughs> えーっと、はい。ね。まあ。 エゴサは見ない方がいいとかね、いっぱい来てますね。うん、うん。うん。なんとうん。本当、そのアイドルさんはインスタ見てるぐらいが安全、そんな気がしますよ。うん。確かに、そんな気がします。はい。そう。また詳しい人が来てますね、そう。昔、あのバニラビーンズというイベントやしてた時に。レナ、はい、さんが。毎日。毎日悪夢を見るんですって言ってて。で、寝る前の写真あげたら。 あの携帯片手にずっとあの寝る直前まで2ちゃん見てるって言ってそれですよ原因っていう <laughs> <ー> <laughs> まずそれをやめましょうって言って <laughs>、うん、<laughs> そこに引きずられてますよっていう AKB グループはどう思ってましたか,かした当時ですよね、うん、まあ今でもそうなんですけどあのー、なんだろうアイドル っていうところで、本当にその可愛い、アイドルの可愛いっていう部分をギュッと詰め込んだ、うん、あの人たちだなっていうところですごく羨ましいな、うん、可愛いなってい、衣装もやっぱり、うん、あの可愛かったので、自分たちはやっぱりあの露出して筋肉を見せてキラキラっていうところで <laughs> <laughs> あのすごく可愛いな、違う方向性だなっていう。はい。うん。思いはありましたね。ああいうちゃんとしたアイドルやりたいなって思いはあったんですか うーんなんだろうアイドルって言ってもやっぱりそのハロプロエッグの時はやっぱりアイドルイコールハロプロしかなかったので他のアイドルグループを見るっていうこともなかったので、うん、もうハロプロで私は絶対デビューするハロプロで成功するっていうところしか見てなかったので、うんうん、なんか正直そのアイドルっていうところで知識がいろいろ広がったのは本当にアップアップガールズ過去仮になってから一気に対バンが増えて イベントとか出たりするようになってはい、はい、でライブっていうところでもどういう戦い方をしたらいいのかとか、うん、こういう戦い方もあるんだっていうのも知れたのがアップアップガールズ過去化になってからだったのでハロープロジェクトというスキルの高いグループ以外にもいろんな戦い方をするグループがいるっていうことを知りはい、はい一気に視野が広がったわけですねはいうん <laughs> 他にエゴさせてるアップガメンバーは誰ですか新面はすごいエゴさせていいねを押してるみたいなコメントがさっきありましたね。<laughs> う,んうん。確かに。まあ、それが後々負担にならないといいですね、みんなの。ですね。うん、それが当たり前だと思われても困るみたいなのありますからね。うんうん、<laughs> ライブで演出でやってみたいことありますか <laughs> これはずっと、あのー、やりたいって、ずっという、あのーまあ、いつか大きいところでやりたいなって、ずっとメンバーで言ってるのは、うん、あの下からバーンとこう上げられてジャンプ、あプそうです、そうで、ん、す、それをやりたいです。はははいはい、はい <laughs>、はい あの前村千秋さんが武道館であれが楽しすぎて2回やってましたよ。一回出たともう一回戻って飛ぶっていう。かわいいな前村さん,、うん。宮本かりんさんについて。なあかりん。 かり、うんカリンももう本当にもう昔からアイドルっていうところで、うん、そのプロの塊だなと思ってるので、うん、今もその、まあ、ジュース・ジュースは卒業して、うん、でもなんかそのソロとしてソロアイドルとしてなんかこういろいろ曲を出していろいろ自分で表現している姿を見ているとかっこいいなと思いますね。うん 自分もああやって、なんかいろんな人に、早くいろんな人に見てもらえるなで自分も踊りたいの歌いたいなって思います。だいぶ自由になってますよね、うん、カリんさんね。うん、そうですね。あの、なんだろう。 まあ、いい意味で気持ち悪い部分を全開にしだしたというか <laughs> あのメンバーにがっつく感じが <laughs>。<laughs> あれも本当になんかインスタとか一つ一つの返信とかコメントを見てても,、うん、でも昔からあんな感じなんですよねかりんって。で変わらないなっていう部分とでもそれがちょっとヒートアップしてるなっていう部分と。まあちょっとなんかね。意味が分からなかったのはじゃがりこの洋服とかバッグを着て、うん、それを嬉しそうに着てるとこ見て、うん、<laughs> やっぱかりん まあとなんかね優等生っぽいイメージで見られてたのがだんだんこう字が出てきた感じありますよね。<laughs> はい、ありますね。<laughs> はい、はい、そんな感じでねもう残り時間が短くなったので <laughs>、うん、告知の方何かありますか そうですね、えーはい、新体制「アップアップガールズ」書くり、とにも書く」も2月に、えー、単独ライブが決定いたしましたので<ー>、えー、このコロナ禍の状況の中あの日付とかいろいろ決まるのはちょっとまだまだいろいろ試行錯誤しながら詳細を発表するのはもう少しちょっと後になってしまうと思うんですけれどもどうにかいろんな人と協力して力を合わせ実行できるように頑張りますし、うんえー、それと同時に「アップアップガールズ」新「アップアップガールズ」 こりがさらに、えー、皆さんのところには楽しいな、やっぱり応援したいなっていう気持ちに、また、えー、パフォーマンスとかでそういう気持ちがあの続けられるように頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。はい、以上です。山田さん、告知ありますか日比谷野音のブルーレイを通販で発売始めたのでぜひ買ってください。<お>はい、よろしくお願いします。はいはいね 前のメンバーのヤワンですね。はい、配信では見ました。はい、僕も。はいはい。ありがとうございます。大丈夫ですか？他のグループのことこととか大丈夫ですか？山田さん。いいですか？他のグループ。うん。そのはい。あの僕の YouTube 登録してください。そっち。はい。了解です。はい。はい。そしてあれですね。はい、みんながみんなが。あ、そうだ。一、はい、つあります。大事な。なんですか？はいはい。 アップガ2機が今あの CD のリリースをかけて、うん、あのクラウドファンディングをやっておりまして、はいはい、ぜひこちらの応援をよろしくお願いいたします。山田さんのヤムエンターテイメントといえばクラウドファンディングですからね、もうね、完全に。<laughs> ありがとうございます。はいはいうござい今後のリリースを、はい 今後の C. D. リリースができるか、できないか、がかかっているので、何卒よろしくお願いいたします。わかりました。しし僕も後で課金しておきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、こちらからの。こちらからの告知としては、あれですね。このゴーの部屋は。今までね、あの、ずっと、黙認アーカイブっていう形で、ね、あったのが。ちょっと前から、編集バージョンを上げるようになったんですけど。あの、編集バージョンだと。 ね、時間もかかる上にそんなにあの視聴者数も伸びないってことで今回から実験的にあの終わり次第あの2時間のフル動画が公式で上がるようになるというシステムが始まります。ということで見逃した方はぜひそちらでもよろしくお願いします。お願い,しますいう感じで本日はどうもありがとうございました。あ